田島と申します。県で代表です。もう一人、福島です。今日は、本題の倫理学習会西尾理論研究会の2回目として行いたいと思います。で最初にですね、いろいろ資料は何種類3種類ですね。で最初にこの A4 の横にあります、ね、裏表のもの、いや、あ、表だけ、まだ隠れたんです、はい、津田鈴木元津波氏と西尾氏の主張比較というので、福島さんがまとめてくださいましたが、津田俊秀さん、津田俊秀さんが2月の半ばに、鈴木元さんと、鈴木元さんというのは、何だっけ、国際医療福祉大学、国際医療福祉大学永滝先生の、まあ、若頭というか元締めみたいな方で、その方と討論なさいました。それから、2月の終わり、あ、4月の半ばに、あれは相馬の、さえさん、なんか、おっちさえさんと3月12日。あ、3月か。あ、それ一番最初か。うん、それで、4月の終わりごろ、13日か。ごめんなさい。うん、はい、どんどん、津金正一郎さん、国立がんセンターの、方です、疫学、これは疫学同士ということで、討論会をやりました。それを参加して、この表の左側をまとめてくださったんですが、ちょっと私の方からお願いして西尾さんの話はどうなんですかというのをまとめてもらいました。でこの前の学習会で3分ぐらいで報告してもらったんで申し訳ないです今日は10分から15分ぐらいかけて、いや、そんなにかかるのでもいいと思います、はい、お願いします、はい、ですね、津田さんとそれから鈴木さん、津金さんの企画はこの前の学習会でちょっとやったので、まあ、で今回は特に西尾さんの理屈というのがですね非常に分かりにくいので、ちょっと作り直したんですけれども、なぜかというとですね、これまず最初に、そもそも今福島の甲状腺がんは多発かどうかということについて、津田さんもそれから鈴木津金さんもこれは3人とも多発であるということは認めてるんですね。その上で、津田さんは放射能の影響だといい、それから鈴木さんと津金さんはいやそうじゃないと過剰診断なんだというふうに言ってる。だそこではまあある意味ではその多発であるという土俵は共通なわけです。ところが西尾さんが言ってるのは多発じゃないというんですね。だから全然話が全く噛み合わない話 で非常に私としても非常に理解しにくかったんですけど、要するに多発ではないんだと言ってて、でその根拠は何かというと、この、西尾さんが書いた市民が考えるがん、治療の会という、あ、市民のためのがん治療の会というそこのホームページに、今年の1月から2月にかけて2回にわたってホームページに書いてるんですけども、そこの第1章というのを見ると、まずその既にがんというのは、いわゆる固形がんというのは1年や2年でもってその1センチのね、発見できるような1センチの大きさにはなるということは非常に考えにくいんだと、まあ、そこから彼の話は始まるんですね。だからもう事故後1年で出てきたような福島の甲状腺がんというのはこれはもう放射能の影響じゃないと、もともとあったんだというのがまず彼の大前提になるんですね。からもう一つ彼が言う、これは言ってるのは日本人は海藻をいっぱい食べてるので、甲状腺にももともと要素がいっぱい入ってると、だそこにもうほとんど要素で飽和されているというふうに考えられるので、その要素131を吸い込んだとしてもそれはほとんど甲状腺に取り込まれないと
だから甲状腺がんなんか何なんだと、そういう話、そういう前提なんですね。でそうすると、でなおかつその福島で甲状今やっぱり3000人1年に1人とか2000人に1人ぐらい甲状腺が出てると、でそれをどう説明するかっていう時に彼が考えたのは、そもそもその今出てるのが、自然発生の甲状腺の発生率なんだと、ね、で津田さんやその津金さん鈴木さんたちはがんセンターの統計をもとにして、その今の福島の小児のレベルで考えると、だいたい100万人に3人ぐらいしか甲状腺が出ないと、そういう前提 で今の発生率と比べて言ってたはずだと言ってるんですね。ところが、西田さんが言ってるのは、その今の福島の発生率自体が自然発生の率なんだと、まあそう言わないと、話は合わないわけです。多発じゃないって言ってたのね。もともとその工場放射能の影響で今のレベルがあるんじゃなくて、もともと今のレベルなんだというふうに彼は考えた。それで、まあ、それを言うために、じゃあがんセンターの統計というのは何なんだというので、がんセンターの統計というのはもともと非常に過小評価しているんだというんですね。それで、それはなんか西尾さんが前から、まあその日本のがん登録はちゃんとしなきゃいけないって言って、でまあ先進的にちゃんとアルバイスばっかりちゃんとやってるとか 4件ぐらいあるんですけども、まあ、そこのやり方も まだそのがん治療に生かすためには不十分だということを言ってるんですけど、でそれが今度まあ一応日本全体で1月からそのがん登録っていうのは一応法律になって薬土になってると。だけどそれにしてもまだその登録で記載される内容が不十分だというようなことを言ってるんですね。でそれがそのまんまなんかそのもうで断頭期に出てる数字自体が非常に低すぎるんだということを言ってる。でそれはなぜかっていうで言うので、彼が説明してるのは、要するにもともとそのまず甲状腺がんを持ってる人がいっぱいいても、その実際に、発症してその病院に行ってかかって、でがんと診断される人はごく一部だと。いう前提ですね。そうすると、じゃあその甲状腺の病気を持ってる、その甲状腺がんの病気を持ってる、有病期間っていうのはどのくらいかっていう時に、その津田さんは、だいたい4年というふうに考えたんですね。でそれはいろいろその、有病期間を変えてみても多発であることに変わりないから、まあ、どっちみちそんなもんだ。から鈴木さんは津金さんの論文をまあそのまま受け入れてるんですけど、で津金さんの計算から、津金さんは一応そのがんセンターの、罹患率ですね、1年間にどんだけそのがん患者が出るかという数字から、例えば0歳から18歳まで経ったらそのどのくらいの人ががんになるかというのをまあ一応計算してるんですけど、そこから計算すると津金さん の, 家庭の計算の仕方だと有病期間は大体 2年半というふうに、だからあまり津田さんの話と割合、パラレルですね。ところが西尾さんが言うのは、これは第5章に書いてあるんですけども、甲状腺がんの有病期間は10年から20年と考えても過大な数字ではないというので、ここでも一桁違っちゃうわけですね。それで、なんでそんなにその、有病期間が長いのかということについて、西尾さんが考えたのは、その甲状腺乳頭がんというのは非常にゆっくりしたがんの代表的な例であるですね。それからまあ、これは大人の話なんですけども、その甲状腺がんの場合には非常にその1センチ以下の非常に小さいがんが多くて、でなかなかそのがんはあっても症状として出ない場合がある。だから有病期間が長くなる。だからその検査すればその、たくさん見つかるけど症状は出てない、だ症状が出ないけどがんがあるっていう人が検査すればたくさん見つかるんだというふうに考えるからいいですね。それでじゃあその有病率はどのくらいなのかというと、西尾さんに言わせると、3000人に1人
ぐらいだというふうに、これは7章にある図の中にそう書いてあります。それから文章としては、2011年度にもう原発事故のあった年に甲状腺検査をやってますね、その避難地域ですね。でそこの発見率っていうのは、ほとんどもう事故から1年も経ってないんだから、それが自然発生の率なんだと。それはそこちょっと直しましたけれども、大体3350人に1人ぐらいの率だ。まあ3000人に1人ってずっと言ってるのは多分それを言ってるんだと思うんですけど、そういう話ですね。でそれから、過剰診断についてなんですけど、で津田さんは当然過剰診断じゃないと。津金さんも鈴木さんは過剰診断だから診断で、既に微小な ちっちゃいがんを見つけてるから、がんが増えてるん でそれは過剰診断なんだと言ってるんですけれども、西尾さんはその過剰診断じゃないと。それはやっぱりその鈴木伸一氏が発表している手術例の中身見ても、ベストと判断された治療がちゃんと行われていると。ね、まあそれは西尾さんもやっぱり臨床医だったんで、まあ当然、そう言わざるを得ないと思いますけども、それからただ西尾さんがその病気のことについて言ってるのでちょっと気になるのは、福島の子どもたちの甲状腺がんについてやっぱり非常にリンパ節転移が多いとかねいうことがよく挙げられるけれども、それは別に大したことじゃないんだという二条さんは言うんですね。でそれはなぜかというと、要するにもともと甲状腺のすぐ近くにリンパ節があるから、まあ、非常に転移しやすいんだと。それで本当にその1センチ以下の微小がんでも、どんどん転移しちゃうから、それは別にほっといてもいいみたいな雰囲気を言うんですね。でそう言いつつ、他方でですね、甲状腺がんの予後については特に津金さんたちも予後がいいといい、それから西尾さんも治療成績が最もいいがんではあると言うんですけれども、他方でやっぱりその甲状腺からちょっとこう首の外側なんですね、外側のリンパ節に転移したり、からあるいはその甲状腺がんで大きいがんであるとか、それから肺に転移しているとか、そういうのはやっぱり非常に予後が良くないから、これ気をつけなきゃいけないということは言ってるんですね。それからあとその検査の不利益ってことですね。これは津金さんとか特に鈴木源さんが非常に強調するんですけど、鈴木源さんですね。で津金さんはそこは言わないんだけど、鈴木源さんが非常にその細胞診によってもいろいろ副作用があるし、二次検査が、精密検査が必要だと言われただけで、もう非常にこの子どもの不安になったり、心の不安になったりとかね。それからもともと鈴木源さんに言わせれば、微小がんだったらもう手術する必要ないんだから、それを不必要な手術をやってデメリットがあるというようなことを強調するんですけれども、西尾さんは検査の不利益ということに関しては何も。比較としては、ありがとうございます。津田さん ご存知だと思いますが、津田さんが エピデミオロジーという理論を書いて、それに対する反発もあったんですが、討論会を組織する人がいまして、鈴木源さんとの討論会が、あれは大田原市から、栃木県ですね、やりました。それには司会がアワープラネットの白石さんで、アワープラネットに鈴木源さんとの討論会は動画があります、ぜひご覧ください。それから津金さんとの討論会は、日本科学技術ジャーナリスト会議というところがやりまして、そこはジャーナリストの集まりのくせに、討論を公開してないんですそれで、私どもの学習会の身内の内部資料として
ちょっと録音メモがありますので、それをお聞きになりたい方は私にメールをください。聞くことができます。だいたい2時間半ぐらいかな、ね。それから西尾さんとの討論会っていうのはありません。で、それを言いたかったですね、はい。それで、この表に関しては、ちょっとホームページでも少し工夫して何か作りたいなと思ってます。どうもありがとうございました。横品さんに質問もあろうかと思いますが、先へ進んでからしたいと思います。それで、西尾さんの意見というのは、市民のためのがん治療の会というのがホームページを持ってあります。で、それは北海道がんセンターの西尾さんが、舌がんの小宣言治療をやってまして、でこのその世話人の相田さんという方が舌がんの治療を受けた方で、その方が患者の会を作って顧問として西尾さんにお願いしているという会です。でそのホームページに、こういう論文、西尾雅道さんの論文が、第1が今年の1月として、第2が2月の初めに掲載されました。でそれはなぜ掲載されたかというと、西尾さんが西尾さんが12月にあるところで行われたシンポジウムで、津田さんの論文はべらぼうだっていうような趣旨のことをおっしゃったのにかなり反発しまして、私もいろいろ書いて西尾さんにメールを送ったりしました。でそういうのを見て、西尾さんが持論を整理しますと、お正月中に整理をしますというお約束をなさってて、それが、1月の終わりと2月の初めに出たということです。で今日この前と今日はこれが1と2と両2つ掲載されたその全部に対してちょっと私の所感をミニ学習会としてお話ししたいという趣旨です。で西尾さんの本文はこちらをご覧ください。で皆さんのお手元に配ったものは、西尾さんのこの論文を、要点を抜粋してですね、赤い字が私のちょっとコメントを加えたものです。それで、ですね、今日はですね、9ページあたりから行います。で皆さんにお見せするスライドは、このお渡ししたものとは少し改変されてますのでご承知ください。さんの略歴はこういうことです。現在北海道がんセンターの名誉院長、国立がん研究センターの地方本部ということですね。そしてお生まれが1947年、札幌理科大学卒業。それで放射線科医師としての専門は放射性同位体を詰めた針を病巣に刺してがん細胞を殺す小宣言治療です。でこれまさしくその西尾さん自らおっしゃってますが、
内部被曝によってがん内部被曝によってがん細胞を殺す小宣言治療です。それで西尾さんはいろんな意見を表明しています。2012年の9月には甲状腺がんを最低10年かかるそんなに失敗しなくていいとおっしゃっています。14年の1月には低線量の放射線誘発が遅く出る。それから15年の12月には、津田さんに対して疫学者なら1年目と比較しなさいと。それから12月にはメディカルノートじゃないノートですねメディカルノートというウェブインタビューで放射線と病気甲状腺検査をしていくことの意味というのに寄稿とかインタビューに答えてます。そして、福島での調査の1巡目ですね、先行調査と称するものがこれが普段の平時の数なんだと、それと比べて疫学上の比べをしなければダメだとはっきりおっしゃっています。それから同じく12月に大進歩同じ問題に答える一つの足大学で、講演をなされまして、そこのところでいろいろこの甲状腺問題で石尾先生に質問があるかもしれませんが、正月に、まとめたものを書くからそれが出るまでは質問は受け付けないという終わり方が見られました。で、この論考が出たわけです。がん治療考える市民の会ですね。で、私が12月に西尾先生の発言をおさらいから、そのいろいろデータのですね、1巡目の1年目というのはもう事故が起きた6ヶ月後のデータなんだとおっしゃってけども、実はそうじゃなくて1人目の甲状腺がんが発表されたのが1年半後、それから1巡目の全体の甲状腺がんの数が1巡目の1年目のですね全体の数が14人という数が明らかになったのが2年目に丸2年以上経ってからということを指摘しました。それでこの先ほどのホームページにも出たわけです。で、初めにといろいろ書いてございます。で、西尾さんによるこの目次ですね。目次がこの1から8までです。そして、主な論点。これは皆さんにちょっとお配りした1枚紙がございます。縦の A4 ですね。ぬくしささんのまとめと重複するかもしれませんが、西尾さんの論点ですね。甲状腺がんはそんなに早くは大きくはならない。その1として細胞の倍加時間、細胞が2倍2倍2倍ってネズミさんのように増えていく2倍になるのに必要な時間を倍加時間というんですが、英語だとダブリングタイムというんですが、から早くは大きくならないと言ってます。それから甲状腺乳頭がんは進行の遅いおとなしいがんだと言ってます。それから潜伏期間は10年だと言ってます。その根拠は広島長崎のデータ、それからもう一つは被曝量が低ければ潜伏期間が長いと言ってます。で、まあチェルノブイリに比べて、福島は、放射性要素の被曝量が少ないので潜伏期間は長いと言ってます。それから大きな2番目としてはがんは100ミリ未満でも起こるが、福島での甲状腺内部被曝線量は小さいと、その内容として、普段からの回数を摂取で放射線要素が入り込むうちがほとんどなかった。だから摂取量が少なければ超スピードの発がんはありえないということをおっしゃいます。では大きな3番目としては、これまでに福島で発見された甲状腺がんは普段隠れていたものを検査で見つけたりしない。
二巡目の発見は検査での紛れです。二巡目ではそんなに発見されないんだけども、まあ、見過ごしとかいろんな紛れがあった。それから時効時0から5歳がまだ発見されてない。検査機器の性能向上、そして一巡目を比較のためのベースラインとする。で、大きな4番目としては、なぜ遺伝子検査をやらないか、染色体検査としてですね、5番目としては、液が下のスタンドプレーはダメだと、津田氏が患者数の概念を取り違えている。それから臨床医師でなければがんのことはわからない。これが最後は一番大きな石野さんの根拠ですね。それから、内容に入ってがんの自然質と診断薬の質ということでこういう図を載せています。いろいろございます。倍加時間について、ちょっと算数のやり方もちょっと書き添えました。1g のがんがだいたい1センチのがんですね。あなたがんですよと診断される標準が1センチのがん、それはだいたい1グラムです。それからちなみに言いますと、あなたも先ありませんというのはだいたい1キログラムのがんです。直径10センチ、がんが直径10センチになったらもうおしまい。ただしがんというのは最初は1個の細胞から始まる、1個の細胞、それはだいたい10マイクロメーターの直径だとすると、そうしますと1グラムになるまでに、30回分裂しなきゃいけない。まあでも分裂してもいろいろロスがありますから、もっとたくさん分裂しなきゃいけないんですけども、そういう計算に基づいて、西尾さんはいろんなことをおっしゃってます。もう一つちなみに言いますとですね、人間の大人ですかね、体は60兆個の細胞がある。で、まあ、体重60キロだとすると1キログラムで、1兆個の細胞があるということですね。単純に言いますね、なんか最近なんだ37兆個だって少し減った話があります。でちなみにです、じゃあ人間が十月十日で赤ん坊として生まれた時はどのぐらいあるか、1キロよりは多いけども、まあちょっとみずみずしいですよね。そういうことを勘案すると、大体オーダーとしては赤ん坊の時1兆個なんですね。1兆個というかから、まあ、2兆個とかね、そのぐらいの間で、だと思います。ただこういうのってどうやって調べたのかよく分かりません。で、西尾さんが1個の細胞からがんが1センチの立派な見つかるがんになるまでに、どれだけ時間がかかって一生懸命おっしゃってますが、それは西尾さんは1個からそういうふうにがんが成長するのをご覧になってるわけじゃないんですね。成長の自然史だとおっしゃいますが、じゃあその自然史だ なぜ語れるかというと、広島長崎なんです。それは被爆した広島8月6日、長崎8月9日、その日がね、がん細胞1個の始まりだというふうに、まあ、一応決められるとしますよね。まあ、そのがんの 前駆段階というんですかね、がん、立派ながんになる、少し準備段階というのはあるかもしれませんが、大まかに言えば、その日から何年経ってがんになりましたって計算できるわけですね。今80歳80過ぎたあの被爆者のおじいちゃんおばあちゃんががんになりましたって言うと、あ、このがんは何年かかりましたって言えるわけです。で、そういうことから、白血病の潜伏期間だとか甲状腺がんの潜伏期間だとか、そういうことが原爆被爆者調査の中で言われてきました。 で医学の教科書にもそれが未だに使われているんです。それでがんの増殖スピードについておっしゃっています。で、まあ、これは私がちょっとネットから拾ってきたんですが、多段開発がんの話なんですが、これについてあまり西尾さんあまり述べていらっしゃいませんが、まあ、開発です。
それでですね、その潜伏期間ですね、その広島長崎のデータがあるんだけども、いつですか、最近ですね、国立西尾さん国立科学、米国国立科学アカデミーとおっしゃいますが、これは間違いで、米国疾病管理予防センター CDC というところが、今までの世界中の論文をレビューしてですね、いろんながんの潜伏期間で、しかもそれはですね、平均潜伏期間じゃなくて最小潜伏期間というのを論文にしたんです。でそこでは、小児のがんの最短潜伏期間は1年である。それから小児甲状腺がんの場合が進行、も1年であるという発表をしたんです。これは最短ですね。でそれに対して西尾さんは、いやいやそんなことは医者の常識としてはありえないよということをおっしゃっています。で、ここの青いところですが、医学の教科書が広島長崎の原爆投下のデータから、放射線誘発がんの潜伏期間は白血病でならない固形がんで10年とされている、ということをおっしゃっています。それで放射線誘発がんの発生、まあだから時期ですね、遡って何年前かというようなことはおっしゃってます。大きさの話も関連して、それで、超音波検査をタラチネ、いわき市のタラチネでやってますんで、写真をお使いになってます。ただしですね、ちょっとですね、ちょっと赤で僕私が書いたんですが、ちょっと西尾さんの分類が教科書と違うんで、甲状腺病変の中に微慢性病変と結節性病変というのがあります。微慢性病変というのは何かというと、甲状腺 全体が腫れるという症状です。でこれは甲状腺腺腫という言い方をして広く伝わってまして、良性腫瘍だとされています。それともう一つ、甲状腺の中に、しこりができる、しこりが結節性病変で、その結節性病変の中に嚢胞と充実性結節っていう分類がある。で、ちょっと西尾先生の説明はそういう教科書の理解、あるいはこの分類で今福島で検査してるんです。そういうもの理解にちょっと混乱を招くかなと思ってます。それから放射性要素と甲状腺がんに対する考察としては、いろいろありますが、要素服用がほとんどなかったというご指摘は、まあ、大体私たちと共通してますが、それから、甲状腺がんの発生は主に、放射性要素という内部爆が原因である。これも私の認識と一致してますが、次にですね、ベータ線の深部率曲線、深部率曲線、多分ね、深部線量率曲線っていうのが正しいと思うんですけども、西尾先生は深部率曲線とおっしゃっています。まあ、これは職人用語だと思います。それでですね、発がんするのは放射性物質のすぐ近くの細胞なんだということを強調しています。それでちょっとね、意味がよくわからないことがあります。それはこの前ご説明しました。これが深部線量率曲線ですね。つまり、もう 0.、これは対数だから0.2、あ、だから2ミリですね。2ミリでもほとんどゼロになっちゃう。放射性物質からどれだけ離れたか、距離がこの横軸ですが、大体2ミリでゼロになっちゃう。だから本当に近いところの細胞だけがん、になるんですよっていうことをおっしゃるんですね。まあ、ただそれは仮にそうだとしても、私は発がんというのは確率的な現象ですから、弱ければ弱いなりにがんになる、強ければ強くなる、強いなりにがんになるという確率ですから、確率というのは、じゃあ甲状腺全体でがんになる確率だとすれば、それは
甲状腺という臓器の透過線量で考えて、を確率としては同じになります。このだって要素自体がどこに行くか分からないんだから、そう甲状腺が、まあ、そう要素自体がどこに行くか分からないんですからね。つまりちょっとこれを考えると皆さんの馬券のことを考えた方がいいと思うんですが、単勝で何と何と何で勝った副勝になんとなったそれとそれぞれの確率ですね、オッズがあって、それとそのオッズを全部足したものが何ですか、勝ち配当の確率になるんでしょ。馬券買わない人はよく分からない、買わない人は分からない。だから確率っていうのはそうやってこう全体を足していくことに、あのことは何の不思議でもないので、ところが、西尾先生はそういうことを足し算とかしてはいかんということなのかよく分かりません。でまあ、いろいろ、書いてもらいます。内部医学だと、まあ、データ線が影響するということがねポイントなんですけどね。この辺も読んでください。それでですね甲状腺が内部医学そのものには、まあ、全くごもっともです。で、この資格である山下俊一さんがいろいろ矛盾したことを言っているということを書いています。下の方は、ウクライナの小児甲状腺の医学専門のトロンコさんの図ですけども、まあ、これは僕らもよく使っているんです。で要するに、ウクライナの小児甲状腺がんの甲状腺にかかった症例をどれだけ被爆したか、内部被爆したかっていうランクで、クラス分けしますと、50ミリシーベル、透過線量50ミリシーベル以上が半分いかないんですね。100ですね。100ミリシーベル以上が、そうそう、半分いかない。で、100ミリシーベル未満が 51.3%。で、こういう分類になってます。そうするとですね、福島はどうかって、この白いクラスと、まあ、グレークラス、それでもしかするとこの濃いグレークラスに入るかもしれないというわけです。ですから、仮に、ウクライナよりもずっと甲状腺の被爆線量が低いとしても、低いなりに、甲状腺が現れる可能性があるということをこのグラフは示していると私は理解しております。で日本人の西尾先生がさっき牛田さん紹介しましたように、日本人は要素を普段から摂取してるから、悪い要素、放射線要素が入り込む余地がないということを力説しております。それで、これちょっと補足しますと、これは福島県立医大の鈴木真一さんが2012年、まだ甲状腺がんが一人も現れない頃に、甲状腺検査の説明会ですかに力説していたことと同じことなので、びっくりしております。西尾さん、この熱心にこの要素の摂取をお話しております。それで今日の話です。超音波診断を用いた甲状腺検査について、読みながらいきます。2001年10月より福島県健康管理センターで、ごめんなさい、11年ですね、2011年、誤植です。超音波診断装置による甲状腺検査が開始された。その結果、2015年11月30日の報告では、悪性または悪性疑いが152人であるという、その内容資料11に示すと書いてございます。多分これは間違いないと思います。西尾さんが使った表です。で、甲状腺がんの発見率、2011年10月から2013年までの3年間行われた先行検査の結果、32万人余りの結果判定者の中で113人が悪性また悪性疑いに報告され、99人が手術を受けています。一例は良性腫瘍だったの98例が実後の病理診断で、
甲状腺がんと確定して、また2014年4月から開始された2巡目の本格検査では、血管安定者18万余りのうち、39人が悪性、また悪性がんと診断され、15人が手術されがんと確定されている。でこの数字は最新の数字は、また新しくなっています。少しそれぞれ増えています。先行調査の3年間は各年2800人に1人の確率で発見され、先行調査全体では2852人分の1の確率だった。本格検査では4680人の確率であった。これがですね、非常にほぼ問題ないんですが、分母をですね、検査対象者全員にするか、あるいは一次検査を受けた人を分母にするか、あるいは一次検査の結果が出た人を分母にするか、その分母の取り方で、いろいろ変わってきますので、あんまり厳密に読まないと方がいいと思います。でこの青字のところです。本来先行検査で有病者の全員が発見されれば、本格検査では発見率が下がると思うが、実際には見落とされた人に5ミリ以下の結節が増大して5ミリ以上となり生検が振られた人、3、微慢性のパターンで結節して捉えにくかった人、4、嚢胞と判断したが嚢胞の中に重粒子性の部分があり、それががん細胞を含んでた人だったら混在した数字だと考えられる。検査当日当初は胸腺のメニューや、スキルというのはその検査技師の腕のことですね、の問題があり、見落とされた症例も考えられる。人間が2枚相手した医学の検査ではパーフェクトを望む多少の幅と究極考慮するが、これは今後の発見率を見守るしかない。これは今後の発見率を見守るしかないのは正しいんですが、このアウディの中ですが、丸1、見落とされた人はいるかもしれませんね。で次の2がおかしいんですよ。5ミリ以下の結節が増大して5ミリ以上のない生検が行われた人、いやまさにそうなんですよ。この2巡目のね、発見っていうのは、大部分が A1 か A2 だった、その人が B でしかも生検、その細胞診断をしたらば、がんであったということが分かったんです。それからですね、ちょっとここですごいんですがね、5ミリ以上とない生検が行われたと思いますが、5ミリ以上だとして生検が全部行われるわけではないんです。5ミリ以上でかなり悪性の疑いが強い人だけ生検の針を刺してやるんです。基本は1センチ、ね、基本は1センチなんです。この辺がね、少しそのですね、盗みって言うんですね、これね寸法を盗むところがもう随所にあるんです。それは先ほどのお三方の鈴木源さんも正一郎さんもね、こういうところの、ね、盗み方がすごく上手なんですね、うん、1センチが標準でやってるのに5ミリでやってるみたいなこと平気で、すいません、それから3、微慢性のパターンで結節して捉えにくかった人、こういうのもよくわかんないんですね、じゃあ先ほど分類の話です。それから嚢胞と判断したら嚢胞の中に重粒子性の部分があり、これはですね、ちゃんと規約に書いてございまして、嚢胞の中に重粒子性の部分があるかないかっていうその診断基準っていうのはもう非常に厳密にやってるんで、それが間違えたとしたらば検査自体が成り立たないんで、そういう例をこうやって挙げるというのは、多分その検査の診断基準のそういうルールのことなんか読まない、私たち素人がこの文章を読むから、ふむふむってこう読むと思いますが、その基準を読んだ方はびっくりすると思います。こんな間違いで2巡目50人がね出たっていうことが、ね、考えられないですよ。この時点では30人か。はい、それで次のページいきます。資料2にその画像を示す、これ難しい診断だったんですね。脳胞か結節か、確かに脳か結節か難しいんだけども、ここのところがそのこのところの技を非常に、誇りにしてます。福島県立大の鈴木真一さんは、先行きます。そしてですね、
次に選考検査における年齢の因子を検討する。勝利の定義は15歳以下とされるが、18歳以下の人を対象した選考調査で発見された甲状腺症例112例のうち15歳以下は56人であり、16、18歳は56人である。この中には10年、20年後に症例を提出、がんと診断される症例を前倒しして発見している可能性がある。ちょっと細かいことなんですが、小児の定義はですね、小児がんという小児がん専門のお医者さんが書いた中高新書によるとですね、日本の法律では小児がんを20歳未満を小児がんとするという、何ですか、法制上のね、医療法制上の枠組みはそうなってます。でもその何ですか、医学上の定義はまた別にあると思いますが、僕は15歳以下っていうのは初めて見ました。そんなんなのかなと。それでですね、問題は10年20年後に分かるはずのものが、その10代後半で見つかっちゃいましたよっていうことをおっしゃってるんですが、これはですね、これはこの右の図は山下俊一さんの図です。山下俊一さんが2012年の3月かな、 NCC 次のページ、アメリカの放射線防護委員会で何か賞をもらった時に、こう記念講演をした時に使った図です。この下のはですね、違います。山下さんがこのナショナルセンターキャンサーインジャパンのデータから作ったグラフですって言うんです。がん研究センターです。それで要するにですね、このカーブをちょっと覚えてください。年齢によって、甲状腺がんの発症率ってこんなにガーッと上がってこうなだらかになるんですね。でそのピークが50歳40歳と50歳ということです。それで多分この赤は死亡率じゃないかと思うんですけどね。それでね、この図を見るとですね、ずっと見てください。14歳以下なんてほとんどゼロなんですよ。でそれでこの時は山下さんが書いた時は26人なんですけど、16しか書いてないんですけど、これこの16人はどっから来たかというと、こっちの方からどっと、何ですか、先積もり、なんていうの、先食い、ほっとけば30歳40歳になってめっかる人が、あの全員の検査をしたからめっかっちゃいましたよっていうことを山下さんが言った。で、この山下さんはこのがん、あ、だからこれは2013年ですね。がん患者は出ないって言ったんですよ。なぜなら100万人に1人か2人だ。ずっと言ってた。それが出ちゃったもんだから話をコロッと変えちゃったんですよ、この人ね。で医生先生はそのコロッと変えた山下さんの話を踏襲なさってわけです。それでこれは国立がんセンターのがん統計から、私どもが作ったグラフですが、年齢回数別のがん罹患率、1999年か2008年の平均で、この赤が女性です、青が男性、黒が男と女の平均です。でこうだからこれは同じですね、この山下さんの顔とね、青の顔と。それでこれは参考図なんですが、それでこれが年齢別、そうですね、はい。で次の図は、西尾さんがお使いになった図ですが、資料13に年齢の詳細を分かりやすくまとめたものを、甲状腺がん異常多発とこれからの広範な障害の増加を考えるより引用させていただく。チェルノブイリ事故では事故後 4,5 年から事故時0から5歳の小児がまず発見されたが、福島では事故当時0から5歳の少年にはまだがんは発見されていない。
うん、あの福島では事故当時05歳の小児がまだ発見されてない、それは確かですね。これが福島のデータです。ですがその前のチェルノブイリでは事故後 4、5年目からまず05歳が発見されたっていうのはこれは違うでしょう。これですね、これでちょっとでもここに赤い字で書かれちゃったからね。この表というのは、ベラルーシ共和国ゴメリ州における小児甲状腺がん登録年次別、なんて書いてますか、事故当時年齢別推移、ベラルーシの国立がん登録による国家がん登録で、これが先ほどあの西尾さんが言った根拠なんですが、確かにこの青いところを見ると、1986年がチェルノブイリの大惨事の事故ですから、この1990年後に頃からドッと出たんです。これは年齢の低い層ですね。ところが年齢の高い層、ティーンエイジャーはもう1986年から出てるんです。で、例えば1987年は4人、それから次の年3人、6人、で15人。でその前の年は前はまだ0か1なんです。だから明らかにここで増えてるんです、ここでね。でそれがだからそれを無視するというのが、津田さんの反論する人の共通点です。これは3人とも共通してますよね。この立ち上がりというかね、ティーンエイジャーで、ティーンエイジャーこうよく見ますとですね、年齢の小さい人たちがどっと増えてる時にもコンスタントに現れてるんですよ、ね。まあ、少し増えてるけどコンスタントに現れる。だからこのことをちょっと見なきゃいけない。でしかもですね、このグラフというのは、山下俊一さんが、2000年かな、2000年に原子力委員会にレクチャーする時に作った報告書に引用した表なんです、データなんです。で、これが私どもも使いますが、山下さんも使う、でそれから西尾さんも使う、他の鈴木源さんも使う、みんな読み取り方が違うんです。はい、だから読み取り方が違うというところで皆さん読んでくださると嬉しいです。甲状腺の悪性新生物の、病理組織型は分化がん、低分化がん、未分化がん、髄様がん、悪性リンパ腫などがあるが、圧倒的に日本では乳頭がんが多く 90-95% を占めている。多くは分化型ではあるが、ちょっとこれね変なんです。乳頭がんはもともと分化型なんです。乳頭がんの多くが分化型なんじゃなくて、乳頭がんはもともと分化型です。で、乳頭がんと老化に関して最近は高分化型と低分化型に分けている。そうじゃないです。低分化がんというのは別のジャンルに分けています。現在までの福島での検査の結果、3例の低分化がんが含まれているが、これはおそらく乳頭がんの低分化がんと考えられる。うん、というかね、多くの意見は乳頭がんが低分化がんに質を変えたっていうんですかね、という言い方をしてます。欧米と比較した場合、低分化がんのうち乳頭がんの頻度が高いことが日本の医学的特徴であり、これは用途摂取量の多い食文化関係について考えられる。考えられる、医療さんが考えられるっておっしゃっていることは間違ってるとは言えないんだけども、根拠は何ですかってことですとしか言いようがない。質問時間を確保するためにもうちょっと早くしないと、ね。はい、すいません。で資料18に、日本がん治療学会の甲状腺腫瘍に関するがん診療ガイドガイドラインから引用した本邦の甲状腺がんの推定罹患率の推移を示すがあっていますが、
まあ、要するに、大体1990年ぐらいにまでずっと増えたんですよ、甲状腺が、ね、だって分かる人だから、これは検査機器の発達だと思います。じゃあそれまでのこの少ない人は、少なかった頃はどうしたかというと、考えられるのは要するに、検査の方法が進んで、過剰診断になったっていう可能性がもちろんあります。それともう一つは、甲状腺がんだとわからないで病人だとされてた人かもしれない、ね、いうことです。まあ、そういうこともあり、甲状腺がんの発見率、1974年に発見された CT 装置がとか装置のことをおっしゃってます。エコー超音波、CT、それから、PET ということを紹介されてますが、検査すれば偶然発見がんが増加するのは当たり前なのであるって言いますが、この辺の歴史は全部大人の話です。日本では先ほどのグラフありましたように、子どものがんの発見率というのはティーンエイジャーで100万人に3人から4人です。1桁、9歳未満は1000万人に1人か2人です。毎年がんとして統計に載るのね。だから、偶然発見がんが増えたというのは全部大人の話です。ほとんど子供についてこのことが言えるかどうか誰も分かりません。言えない、まあそういうことです。それでじゃあその偶然発見がんはもう一つの大きなやっぱ質問があると思いますね。それらはがんもどきなんですかってことです。まあほっといても何ともないものを発見しちゃったんですか。まあがんもどきって言葉は近藤誠さんが使われている言葉ですが、確かに大人のがんにはいじりすぎてるっていうてらいがありますから、まあがんもどきかもしれない、わかりません。それで、さらに超音波検査による30歳以上の女性を対象した甲状腺がんの検視、大人の女性の話ですこれはね、では最大級1センチ以下は微小がんと定義されているが、多数の甲状腺微小がんが発見されている。この方向においては主流径が3ミリ以上で 3.5%、 7ミリ以上で 1.5%、 10ミリ以上で 0.9% ががんと診断され、3から9ミリのニュートンがんは女性1万人当たり262人と推定されている。また微小がん症例においても 13.5% が 64.1% に 20% 転移が認められている。これは一番女性で、しかも30歳以上40歳というのは甲状腺が非常に確率の発見されるリスクが高いところですね。このグラフここです、この辺ですね。だから10代と全然違います。また50代男性自衛隊員では書いてます。これも50代ですね。それから2800の高校生を対象した触診による検診、これは女子高校生です、ね、高校生っていうのと女子高校生は違うんです。青と赤ですから、男子と女子。健常成人を対象したスクリーン検査の場合、1.2 から2.3% に甲状腺偶発腫瘍を認める。偶発腫瘍って何ですかね。ちょっとね、これは医学じゃなくて文学だと思います、そのうち 5.3 から11.7 に甲状腺悪性腫瘍を認めた報告もある。また2010年から13年の札幌厚生病院の人間ドック、これも大人の話ですね、書いてあります。さらに韓国ではこれが有名な話です。
乳がん検診時に甲状腺も超過診断装置で同時検査した場合、年間の甲状腺がん発見者数は1993年から2011年の18年間で15倍に増え、2011年には 10万人あたり約100人が発見されている。やっぱり増えたんですよね、発見されたんですよね。それでしかもその発見されたけども甲状腺がんで死んだ人はほとんど増えてないというのが非常に説得力がある、鬼の首を取ったような話なんですが、これは大人の話なんですね。これもね、このように甲状腺が決して稀な疾患で、この稀な疾患ではなくっていうのは子供にとっては稀もいいところなんですよね。だからこのちょっとねすり替えは困りますね。で、いや大人の話と子供の話としても共通するならば、共通するかもしれないと想像してますと書くんだったら僕は拍手を送りますけども、検査この中に日常診療ではしばしば遭遇するがんなのである。で、ぬくしなさんが指摘されたのは、指摘がありまして、推定患者数の表から甲状腺が増えた原因をつらつら書いてますが、引用している甲状腺が診療ガイドラインでは表に続いて年齢調整率の罹患率グラフが載っていました。図1、図2にしますね。罹患率グラフでは男女とも年々増えているように見えます。上が女性ですね、下が男性、男ね、見えますが、年齢調整済みで見ると女性は途中からちょっと減って、男性はほとんど減ってました。年齢調整済みというのは、この年代が 10年ごとにこの横幅が、1975年から2000何年ですか、2005年ぐらいということは40年かかりますね。40年変わると年寄りが増えてるんですよ。だからそれは同じ年齢構成が総人口だというふうに修正、訂正、構成すると下のグラフになるということですね。それで何を言いたいんですか、これ。要するに、甲状腺がんが増えているように見えるけど、実際はただ高齢化しているから増えているだけでっていう。まあでも女性は増えてます。で、女性だって減ってるじゃん。ああ。もうどんどん増えてるよね。まあ、ここから見れば増え、ここからここまで増えてますね。ここからやっぱり1990年ぐらいまで増えてるんだよね。これ1900何年 ?80 年ですよ。そこなんか全然増えてない。だからこれはやっぱり検査機器の増加が影響してるでしょうね。まあそれだけじゃ変わらないけどね。食生活だって変わってきて。それと韓国の場合ですが、韓国の場合はこれね、乳がんの検診もう超音波使うわけですね。だからついでにやっちゃいましょうって言ったんですよ。それでね、このお医者さんは甲状腺の疾患、女性の疾患を見つけたいんですね。非常に営業的に好ましいんです、お医者さん。もう一生のクライアント、顧客になりますから。なぜでしょうね。ホルモンね、ホルモンですよね。ホルモンのコントロール、10歳未満の初期の小児期チャイルド ペディアトリックって言うんですか、における甲状腺がんと後期の小児期、つまり20歳あるいは18歳未満の若年者における甲状腺がん区別して集計することもあるが、日本がん治療学会の甲状腺診療科がん診療ガイドラインでは、小児甲状腺がんは、希少な疾患でほとんどは乳頭がんであり、肥満性硬化型乳頭がんの初期型を示すのが多いとされている。この場合診断過程で見逃されるリスクが可能性がある。希少な疾患で子どもの場合ほとんど乳頭がんであると書いてあります。ところがこの青で書いてあるとね、肥満性硬化乳頭がんの初期型を示すことも多いとも書いてあります。しかし、この場合は診断過程で見逃されるリスクがある可能性があるとは書いてません。
書いてます。だからこれは多分西尾先生には別の証拠があるんでしょう。でもちょっと教えていただきたいと思います。でこの赤で書いたのがですね、そのガイドラインです。小児の乳頭がんの特徴のキーズガイドラインキーズ、キーズです。小児の乳頭がんは肥満性硬化型乳頭がんや露胞性乳頭がんなど特殊な組織型を示すものが多い。その臨床的な特徴は成人のそれとかなりの差異を示す。頸部リンパ節転移が激しく腫瘍の局所浸潤が多く治療後の再発も多い。後期の再発は初期治療の20年後まで起こる。肺への遠隔転移を有する頻度が高く診断後の肺転移の頻度は 25% にまで達するという報告もある。小児の乳頭がんは生涯にわたる経過観察を必要とする。相当注意をしなさいって書いたんですよ。ニューアンスは逆ですよ。まあいいや。欧米では治療として甲状腺全摘か準全摘を行い、術後の RI アブレーション、RI というのは放射線同位体ですね、アブレーションと全身ティンチグラフィー、血清サイブログラフィチによるモニター、長期間の THS、甲状腺ホルモンですね、の抑制療法が推奨されているって書いてあります。それで、ではちょっとね、小児の甲状腺がんについて、西尾さん続けてます。甲状腺がんは陽動摂取量やホルモン環境等が重要な因素と考えると完璧に十分に因果関係は立証されてない。しかし放射線被爆が甲状腺がんを発生されることは広島長崎の被爆調査やチェノブイリの調査で疫学調査で立証されている。また被爆線量の相関や被爆年齢が若いほど甲状腺の発症率が高まるとされている。小児若年者が発がんしやすいのは甲状腺組織が増大発育の時期に被爆を受け感染性が高いものと思われる。被爆による子どもの甲状腺がんは性質の異なり増殖スピードが速く別物であると唱えている人もいる、でも さっきのガイドラインはそれを示唆しているんですね。赤は私の意見です。被爆による甲状腺がんだから増殖スピードが速いわけではなく小児の甲状腺がんだから増殖スピードが速いというふうに私は思います。臨床的な特徴は成人と差異があり頸部リンパ節転移や腫瘍の局所浸潤が強いとされている。これはですね治療後の再発も多く云々、これがあのガイドラインの繰り返しを書いています。で問題なのはですねここで重要なあのガイドラインが書いてあることなんですが適切な初期治療と術後の処理によって長期の生命運が正常化と多少は良好であるとされている。つまり適切なことをやればあの4号は長期の4がいいですよ。長期の4がいいっていうのは翻訳すると長期にわたって死ぬ確率が低いってことです。成人よりも4号が良いというのは死後小児であるからというよりも無症状の段階で診断され治療されるかというのは大きく関与していると考えられる。考えられるのかな。ガイドラインからは全然考えられないでしょ。逆ですよ。もうだって成長が早くて大きくなってもう大丈夫かなと思ってもこらえて医者は頑張って治療すれば子供を死なせずに済みますよって書いてあるんですから、分かりません。これ直感なのか根拠なのか。しかし転移しても4割良好であるというのが不明である。不明ですよ。西尾さんみたいな結論言っちゃったら全く不明になっちゃうんですよ。やはり範囲転移は致命的になることも多いしまだ20年ほどの経過観察できない。私のあれですか赤、生命運がいいとは治療後の死亡率が低いということで必ずしも生活の質を保障したことがありません。甲状腺がんは転移しても要素130によるミサイル療法が可能だから生命運がいいのです。西尾さん、一方で成人の甲状腺乳頭がんは増殖速度が極めて遅いことは周知の事実であり成人はね、また甲状腺は前頸部の主流や半壊神経麻痺によるかすれ声、声がかすれる等で発症し、かなり進行しない場合自覚症状が出ない。このため1センチ程度の、では症状であり緩慢な進行で4割
疾患なので潜伏癌も多く、甲状腺がん、甲状腺潜在がん、潜在がん、死後冒険による存在を確認は3から 30% の報告がある。その多くは主流径5ミリ以下の誘導がんである。したがって先行調査で発見された112人が検査すれば発見できる可能性のある人たちだったことは否定できない。これ意味はちょっとわからない。検査すれば発見できる、検査しなければ発見できないっていう意味かな。ただちょっとガイドラインの話と違う話を盛り込ましてますよね。今の文章の前半は大人の話なんだよね。大人の話です。それをそのまま子供に適用してんだよ。はい、この前質問があったのは冒険について、冒険というのは死んだ後解放して受かるというんです。で、冒険のことはこれは実は甲状腺がんの大人の甲状腺がんについて有名な話なんです。で、主に5ミリ以下の乳頭がんなんていうのも解放してみたらがんがめっかりましたよ、それまでは何の自覚症状もないし医者も見つけられませんでしたという潜在がん、有名なんです。で、潜在がんの話必ず出てきます。でもそれを本当に子供に適用していいんですか、放射線由来の甲状腺がん、また放射線由来かどうかはドイツからの報告が判断材料の一つかもしれない。チェルノブイリで被爆した甲状腺がんの染色体を調査したドイツの研究者から2011年に染色体の報告がなされている。それによるとチェルノブイリで被爆した25歳以下の乳頭がん33名と1987年1月5日に生まれて被爆してない25歳の患者19名の染色体を比較した結果、被爆者群では 39% に7911という染色体領域にコピー数多型が確認されている。資料19に、原発ゼロブログに掲載されている図を示す。これはヌクシナさんのブログ。いやいやいや、福島さんにエールを送ってくれたんですよ、ね。それでこれがそうなんですが、もともとは、この論文、ドイツの論文ですね。はい、それでこの79の番号で、下が被爆群ね、上が被爆してない群の甲状腺の患者で、ここにこのグリーンを見ればいいですか。これは7番っていう染色体番号7番とかにこう青い四角、青く四角囲ってあるところ、青い四角、はい、そこが明らかに上と下で違う、このグリーンのところが違う、そうですね、はい、で、ただし、ただね、これは僕の注釈なんですが、福島県については倫理審査を受けたかどうかありませんが、遺伝子検査をすでに行っています。2014年11月14日の甲状腺学会学術集会での鈴木真嗣の発表というのがあります。それで、まあ染色体検査、遺伝子検査をやってないのはおかしいって、おっしゃってますね。おっしゃってますが、それはもうやってるんです。それで、それからですね、これは決定的なもんじゃないんです。39% かにある違いがあるということで、決定的じゃないんです。それで次に行きます。治療について、甲状腺乳頭がんの治療に関しては基本的には外科的切除治療となる。遠隔転移やリンパ節転移、広範浸潤を伴う場合には追加治療としてアブレーション、照射と日本語で言うんですね、
放射線要素の内服による残存甲状腺がん細胞の除去、これね、残存甲状腺がん細胞の除去じゃないんです。正確に言うと甲状腺から遠隔転移した転移病巣の除去なんです。アブレーションするときには甲状腺は全部取った後です。それで要素を飲ませますとね、その要素が放射線要素がですね、どういった放射線どういったですね、要素131です、そのものです。だからもしかすると甲状腺がんを作った放射線要素です。それを飲むんです、大量に飲むんです。その大量に飲むとですね、転移したところの細胞がそれをキャッチするんです。なぜならばがんの転移した転移がんというのは元の原発の臓器の性質を持っているからです。だから甲状腺がずっと血管を通って肺に行ったり肝臓に行ったりしてますから、それは細胞は甲状腺の性質、甲状腺の細胞の性質を持った細胞なんです。ですからどこに行ってるか CT じゃ分かんないけども、分かんないけども放射性要素はそこに、その細胞に取り込まれる。だからそこで内部被曝してがん細胞が死ぬという、なんですか、目に見えないミサイル療法を自然にやるんですよ。だから甲状腺の患者さんは転移がんであんまり死なないんです。すいません、そういうことなんで、残存甲状腺が細胞の除去っていう言い方はちょっとおかしい、困るな専門家なのに。そのため生検でがん細胞が証明された症例は主に、県立医大、内分泌科で手術的切除を行われる、その部長である鈴木真一氏が手術の適用症例についてという証文の報告を2015年8月31日に発表している、ということで紹介なさってます。これを言うとキリがないんですが、我々としては、まずですね、そのリンパ節転移がすごく多い、それから遠隔転移もすらあるということにびっくりしたわけです。で、それを報告してびっくりしたわけですが、これを紹介した後に西尾さんが言ってるのは、ここですね、腫瘍の大きさとリンパ節転移というところで、ということはですね、この青いところ、放射性誘発甲状腺がんの場合は多発性の要素がためる全摘が原則となるが、これもよくわかんないな。福島県における手術例の大半は変異用切除です。右と左の甲状腺のどちらかをまず取ってます。西尾さん、放射性誘発とは判断してないため手術時の切開を約3センチ程度とし、半切と近傍の 中央区域リンパ節を取っているところ取っているである。患者の汎用切除の場合は術後のホルモン補充療法は必要ない。これも違いますよね、日野川さんね。すみません、日野川さんが片っぽお取りになった手術を受けて、だけどもホルモン療法なさって、なぜかというと伺ったらば、片っぽとっても甲状腺ホルモン減りますよね。で、甲状腺ホルモンが減ったっていうことを脳下垂体が察知して、脳下垂体ホルモンでじゃんじゃん流して刺激する。そうすると脳下垂体ホルモンが出過ぎて困ることが起きるから、片っぽの減った分をお薬の合成甲状腺ホルモン飲んで、甲状腺ホルモンちゃんと十分出してますよっていう形にしないと、その脳下垂体の関係、ホルモンのそういうフィードバックの関係が
維持できないということだそうです。そういうことでしょうか。ちょっとそこも違う、まあ、だから専門家だから正しくなりますので、患者の汎用切除の場合、切除の場合は術後のホルモン療法は必要ない。西尾さん、医師が患者さんの顔を見てチームとして医療行為を行う、参加している人たちがほぼ納得している手術が行われる、少数で再発したこと、それは欠陥例であり医療に内包する不可実性のものである。ちょっとよくわかんない正しいのかもしれないけど、なんかこういう言い方でいいのかな。次に甲状腺の TNM 分類というのが書かれています。この TMN 分類について、この中身はちょっと細かいので、説明ありますが、 T というのは、甲状腺がんの大きさに関する分類です。 T がね、それから N がリンパ節転移があるかないか、近くのリンパ節転移があるかないか、 N は多分濃度、ね、それからM は何ですか、遠くっていうの、遠隔転移、遠隔転移っていうのはメタスタンシスとか渡り鳥のあれですね、渡りですね、はい、その分類です。それだけちょっと覚えていてください。それでこうした原発層とリンパ節の転移を生む、そして遠隔体の有無で最終的に臨床病気が決められている。資料21にその臨床病気を示す。乳頭がまた老眼の場合、45歳未満ならば病気1と病気2しかありません。私たちの肺がんとか大腸がんとか胃がんですと病気1、2、3、4なのかな、4がありますね。それで病気 1と2だったらば、手術して切除すれば転移がないから大丈夫ですよって言われます。で手術した後に、あ、転移がめっかっちゃいました、本当は3でしたとか言われちゃったね。そういうで大体1、2、3、4なんですけども、要するにさっきのですね、アブレーションっていうその放射性要素131を大量に飲む治療があるからね、リンパ節転移の胃がんにかかわらず病気2までしかないんですよ。だから甲状腺がんでは死なないという分類なんです。それで45歳以上だとどうかっていうと病気1から3、4もあるんです。なぜならば45歳以上だと、乳頭がんだったのはさっき言いました、あの未分化がんとか低分化がんに変異をする姿を変える、メタホルモン性、それから可能性があるからだと思います。で甲状腺がんのステージについてはそういうことが書いてあるんですが、今僕が説明したことが書いてあります。石尾さんもお書きになってます。ただね、この病気分類はですね、20歳以下の甲状腺がんを想定してないと思います。あるいはどこまで想定してるか、少なくともローティーンから下10歳以下の子どもたちは想定してない病気分類だと思います。というのはさっき言いました治療ガイドラインのね、子どもの甲状腺が非常に見つかったときは進行してますよっていう話とこの病気分類は合わないからですよ。多分これは大人の場合に適用されるものだと私は想像します。症例自体少ないもんね、うん、それで、こういう図がありまして、近くのリンパ節の説明を詳しくしてます。西尾先生はこの頸部外科の学会の理事をなさってますから、この辺の解剖図はここ詳しいと思います。
で、この病気分類に従えば福島で発表された症例は3例の肺転移例は2期となるが、それ以外は全て1期となる。そうなんですかね。しかし1期といえども原発層が甲状腺被膜に浸潤すれば、手術してもがん病層が存在するリスク、残存するリスクが高まり、またサイズの増大によって頸部リンパ節転移のリスクも高まり、予後も無料となる。甲状腺乳頭がんの場合も一般論もこの一般論を通じることである。リンパ節のアブイズを資料20に示しますが、通常の系統統計部間では日本統計部癌学会の、あ、これが西尾先生の方ですね、理事が統計部癌取扱規約に基づいて考えるが、甲状腺癌に関しては特に甲状腺取扱規約で別に定めている。この規約では外部区域リンパ節と中央区リンパ節に二分していると、まあ、書いてあるんですが、僕は心配なのはこの病気に分類は成人のものじゃないかということです。で、甲状腺癌の転移に関していろいろ書いてございます。それで、ここではですね、したがって行われた手術が3センチ程度の下の方ですね、スライドの、皮膚切開で 80% が中央区域リンパ節の覚醒を行っている。このため、74% の転移率とされているが、決して異常に多いことは言えないのである。しきりにですね、そのリンパ節転移、その福島の子どもたちリンパ節転移の事例が多いことに関して、これは当たり前のことで驚くなってことをおっしゃってます。それは津金さんもそうでしたっけ。それはあんまり言わなかった。鈴木源さんみたいね、言ってないね。これが甲状腺乳頭がん手術症例というんで、これはね、別の高橋久明さんという人の事例です。それで、こういう転移がいっぱいありましたよということです、そういうことです。大人のデータしかありません。このがん研病院の報告では1センチ以下の微小がんでも甲状腺腫瘍の期間前、リンパ節には 51% の転移が認められている。こうした過去の報告を考慮すれば、今回の先行調査で発見された若年者の甲状腺がリンパ節が非常に多いとか、肺転移が3例あり進行が特段に早いとであるとは言えないのである。と言えないのである。ルグシナさん、ちょっと今度ご説明いただけますか。一つ戻してください。これで、その時は微小がんで5ミリ以下のものは、5ミリ以下のものは転移があるの 20% だけなんですね。でさっきは 6ミリ以上のやつで、ね、51%、 ここだけ言ってんだけど、で微小がんの大部分は5ミリ以下なんだけど、これだと 20% ぐらいですね。それから次、それと、この特に、神経部リンパ節というのはこの外側の方らしいんですけど、この赤い印つけたところですね、そこのリンパ節に転移すると非常に死亡率が高まるというふうに、そのさっきの論文に書いてあるんです。で、甲状腺乳頭がん500例調べたうち、この神経部のリンパ節に転移してない場合は336例中1例も死亡してない。ところが、そっちにリンパ節に転移していた164例のうちで15例が死亡してますから、このリンパ節に転移すると、もうほとんど10分の1はなくなるんですね。まあ、やっぱり そんな簡単に、ね、リンパ節に言えない。次に、甲状腺がんの手術。甲状腺がんの予防。ごめんなさい。資料24に甲状腺がんの予後を示すが、前立腺がんとなって最も治療成績の良い
疾患である。その中でも手ぬぐいの治験から最大小児甲状腺がんは成人よりも要は良いとされているな。そうなの。その理由の一つは小児若年者という年齢の違いではなく無症状で発見し治療していることが最も大きな理由と私は考えている。ちょっとこの話はねもうほんとおかしいんです。幸い小児甲状腺は成人よりも予防が良いというのはさっきも言いましたけど、ひどく言いますが適切進行が早いからといって驚くのではなくて適切な治療をしなさい、集学的な治療をしなさい、いろんな部門のお医者さんがチームを組んでやんなさい、そうすれば死ぬ確率は大人よりも低くなりますよって言ったんですね。その前提が一つも書かれてないんです。それからもう一つはですね、無症状で発見し治療していることが大きな理由と私は考え、まあ、考えない自由なんですけども、無症状で発見し治療していると、治療していると病気って治るんですか？あまり進んでないという前提なんでしょ。うん、だから、進んでないからってこと？はい、ああ、そっか。早期治療だからってこと？わかりました。はい。それで、この図が、その、がんの生存率で、前立腺の次に甲状腺がん。成績がいいって言ってます。はい、チェルノブイリでもそうですね。90%何ですよね。ただこの前津金先生の時に僕は、ね、散々念をして質問したのに、津金先生それは治療をしたからですよね。念をしたんです。津金先生の話をじっと聞いてますと、治療しなくてもよ。良い子の癌だから大丈夫ですって聞くんですよ、うん、本当に念をしましたそれは。それで甲状腺がん使用ガイドライン、これ皆さんのところにもの コピーをすればよかったんですがちょっと引用しました。こういうふうに書いてあることだけを強調します。診断赤いところだけね、診断時に進行した癌であるように見えても適切な治療によって良好な長期の生命運が得られる。それから小児の甲状腺がんの特徴で、小児の甲状腺がんは生涯にわたる経過観察を必要とする。それから小児の乳頭がんの予後、小児の乳頭がんは診断時に一見して進行した状態であり再発も多いが、適切な初期治療と術後の処理によって長期の生命運予後は成人に比較すると良好であり、で書いてあります。この条件文が僕は重要だと思うんですけども、皆さんこの条件文をすっ飛ばしてます。西尾先生の文章に戻ります。なおチェルノブイリの甲状腺がんの治療は原則として甲状腺全摘を行い、62.7% は要素治療アブレーションが行われており、10年戦争率は 89.8% である。予後良好な疾患とはいえ高齢者のがんとは違い、子どもの場合は60、80年の残された人生があり、長期的に見ればがんが発見されたことは健常者に比べて判例を追いかねない不幸なことである。 今後も慎重に経過観察して再発しても早期に対応する必要がある。これはおっしゃる通りです。そうです、甲状腺がんは生存率の高いがんです。だからほっといてもいいのか、だから人工ホルモンでも立派に成長するのか、それから一生の医療依存なんですね。これが特徴だと思います。西尾さん、過剰診断、過剰治療という批判もあるようだが、行われている検査は明らかにハイリスク群の検査であり、過剰診断とは言えないものである。ちょっとこれがよくわかんないんだな。これが、いや、鈴木検査みたいにね、検査いいんじゃなくて、見つけなくてもよかったか、潜在がんを見つけてしまった可能性があると言いながら、過剰診断とは言えない。
よね、西尾さんおっしゃったもんね。これだって被爆してんだから、やっぱり当然その発がんする可能性があるから検査するのは当然だと。それがハイハイリスク、うん、だけど見つけなくてもいいがんが買っちゃうでしょ、というふうには彼は言ってないんだよ。あ、そうは言ってない、うん、言ってないんだよ。あ、私の思い過ごし。それは通気源と違う。あ、そう。すいません。この青いところは僕はね、ちなみに一般的な手術適用として言われていることは、1、リンパ節転移や遠隔転移の明らかな症例。2、反回神経に浸潤して生体麻痺がある症例。3、細胞診療で異形型は強い症例。括弧低分化型。4、癌が気管に接していたり、反回神経の走行経路にある症例。5、経過観察中にサイズの状態を認めたり、リンパ節転移が出現した症例では、希少癌のハイリスク群として手術すべきとして書かれている。僕、すいません。なんでこんな記述をするんですかね。手術をすべきっていうのは、どんな癌でもきっとそうだと思うんですけども、標準治療があって標準診断法っていうのは、ね、決められてるんですよね。で、甲状腺癌のことに関しても決まってるんですね。甲状腺癌の手術適用、それは何かというと、腺死細胞診という細胞を針で取って、それを顕微鏡で見て、悪性の顔をしてるかどうかということを調べるんです。で、そこで悪性とされたものが手術適用なんですと書いたんです。それでそのこの FNAC 精子細胞診をどういうものに対して行うかっていうことでいろんなことが書かれてるんです。それでそういうふうに決まってるんです、と私は理解してます。1番目、嚢胞の20ミリ未満直径がですね。それで充実部、その中に硬いところが10ミリ以上あって、しかも血流豊富などの悪性所感があるものは針を刺して細胞を顕微鏡で見ます。そして悪性だったら手術します。2番、嚢胞の柔らかい塊ですね、嚢胞20ミリ以上のものは腺死細胞診をして悪性だったら手術します。それから嚢胞じゃなくて充実性の結節、初めから硬い結節、5ミリ以下だったらば経過観察なんだけども、5ミリ以下だけども転移などが明らかにあるもの、転移、この場合、うん、リンパ節転移や遠隔転移ですね、が明らかにあるものは細胞診をして悪性だったら手術します。それから充実性結節が5ミリから10ミリの間だと悪性を強く疑う場合は細胞診をします。それで悪性だったら手術します。それから重粒子結節の10から20ミリだと悪性を疑う所見が1つでもあれば検査をしなさい、細胞診、そして悪性だったら手術。それから重粒子結節が20ミリ以上あったらはもうすぐ細胞診をして悪性だったら手術します。そういうふうに規約化されてるんですよね。だからこの西尾先生がここにお書きになって、これ皆さんのところにあるのかな、あるかもしれない、のはね、ちょっとなんだかよくわからない。西尾先生がだから、甲状腺がんについての医学書を読んでご自分でまとめたものかなと思うんですけども、今標準治療っていうのはそういう規約で動いてるんですよね。どうなんですか医学の暮らし。はい、それで微小さんこう言ってます。1センチ以下は微小がんとなされるが、微小がんの場合はより長期的に経過観察して手術時期を考える時間的な余裕があるが、今回の手術レベルの 33%、34% が10ミリ以下の微小がんであった。こうした早期のレベルで発見しているのである。発見者数が増加しているのである。うん、先ほど紹介した、鈴木
新一さんのその手術臨床報告をもう一度読めば、そうした結論には僕決してならないような気がします。特別早期レベルで発見したんじゃなくて、手術すべきという検査の結果があってがんだとされたわけですから、微小乳頭がんの場合はがんが明らかに増大したものは年間で 6.4%、 10年 15.9% であり、新たな2発生の出現率についても年間で 1.4%、 10年間で 3.4% 低下であると言われていることから、誰が言ってるのか分かりません。ちょっと根拠をちゃんと示してください。より余裕を持って対応できるなって、これも多分大人の場合でしょう。甲状腺がんの手術のポイントは、連続臓器としての切除技術、頸部リンパ節郭清の範囲と技術、反回神経の処理、シワがれ模様回避、残存病素への要素131内容服用の有無などであるが、臨床ごとの適切な治療が受けられることを望むものである。次、現状の甲状腺が発見についての試験、甲状腺がんは 100万人に2から3人とされているが、このデータは完全な日本のがん登録によるものであるが、このがん治療を行った中の一部の症例が登録され、それと登録された患者数をその年の年齢数の全事故で割ったものである。子供といえども甲状腺がんがこの程度の数字と考え、これはですね、がんセンターがん登録とは言ってないんです。全数を登録するんじゃなくて、サンプル調査から全体を推計するんですから、がん統計と呼んでます。西尾先生はそれごっちゃになさってです、ごめんなさいね。それから見つかった患者数を全人口で割ってはいません。いや違います、だから全人口で調べたらこの数になりますよという推計をしてるんですね。だから割り算の逆算をしてるわけです。なんていうのかな、どういうことかというと、今のがん統計というのは各県のその調査対象病院っていうのを医療機関で決めてまして、その中で何人患者が出たかって調べるんです。でそこからその絶対数からその全県で何人だろうって推計値を出すんです。それを全国でまた推計するんです。それで罹患率、発症率を出してる。元は全人口じゃないってことで言ってる。そうそうそう、サンプル調査なんです。サンプルの母数はだ、例えば一つの病院でさ、サンプル調査するじゃない、その時の母数は何なの。それは病院の中の受診者でしょ。だからその病院にとっては全数検査なんですよ、その指定病院、来た患者さんの中でってこと。そうその違うんじゃない。いやいや、だからそこから来たその子供の数ね、そこからその全県の子供の数に対してどのぐらいの患者がいるかっていう、ね、推計をするんですよ。それでそれをだから去年です、今年の1月からですか、がん患者は全部その医者は登録しなさい、届けなさい、それががん登録なんです。全数登録なんです、がん登録っていう時はね。だけどさ、本当に病院に来た患者の中で 何人いたかっていうの、がんがいたかってやったらさ、全然分かんないじゃん。じゃあまた病院全いやいや、わかんないかどうか僕もわからない。難しいような気がするけどな。だから少なくともその全部を把握してないってことは分かってるんですよ。それだから 全人口で割り算してないんです、それはしてないんです。それはだっておかしいじゃないですか。いや、おかしくないおかしいですおかしいんです、と私は思います。それで、全数検査がそのいわゆるがん登録調査というのはがん登録ですね。それでがんの患者は何人いるか、それでそこからその患者がいつ死んだかとかね、いうことも全部分かるのが、それで、
一般的に言うと識解調査と標本調査と言われます。西尾さん、多くを占める甲状腺の乳頭が眼種の中で腫は、ごめんなさい、腫瘍の種ですね、中で最も意識した経過をたどる癌の一つである。これも大人の話です。子供の場合には僕は早いと思ってます。その先ほどの ガイドライン現在16、18歳の人が10年、20年経過したら病床を停止、病院を受診した場合、そこでがんと診断され治療を受けていても全ての人ががんと登録されているわけではない。一部しか登録されていない。その人数を年齢数の人数ではあ同じこと言ったかな、100万人に2から3人の患者と計算されている。どんどん理不尽ですというふうに思います。それでじゃあこれはクルクシナさんが見つけてきたグラフですけども、各国国の名前が間抜けなんですね、歯抜けなんですね、オーストラリアとスペインの間に別の国があるようです。これは日本、それは日本なのね、七市で赤が日本だそうです。で、まあ、他の国の方が多いんだけども、母数は違うのかな極端に低いわけじゃない、極端に桁違いに低いわけじゃない。放射線由来の甲状腺がんか否か。さて、さんの手元ですと13ページの一番下の放射線由来の甲状腺がんか否かというところです。西尾さんこう言ってます。現状までの甲状腺がんの発見者数の報告を受け、健康管理センターはチェルノブイリでは事故後 4,5 年から発生しており、発見されたがんは甲状腺由来ではなく、福島の発見されたがんはですね、放射線由来ではなく無症状の時期に発した、進歩した診断装置を使用しているので発見率が高いのだと主張し、小児甲状腺がんの増加と放射線影響の因果関係を否定している。つまりこれは何ですか、スクリーニング効果だという意味ですね。もともとアリバイ抗体的な検査を開始して、結論ありきの環境省の専門家会議の姿勢は不信感を抱かせるものだった。また被爆データの欠如が問題視されたが、最大の原因とされる内部被爆は考慮されず、過剰評価した外部被爆線量をもとに健康影響を否定する姿勢が色濃く、科学的姿勢とは程遠いものであるとおっしゃってます。すみません、ここでですね、突然内部被爆を考慮してないっていう言い方をしてますが、甲状腺透過線量というのは内部被爆線量です。ですから西尾さん、ちょっとその辺は西尾さんの主張を言葉としてももうちょっと表面をきちんとしていただかないと主張にならないと思います。一方で津田俊秀氏は有病負担も考慮した統計学的方法で被爆による異常のがんの多発であると以前主張していたが、2015年12月にはエビデミオロジーの電子版において甲状腺がんが他の地域の20から50倍に上がっているという論文を報告し、放射線被爆の影響が強く示唆されると結論付けている。しかし現在行っている検診はほぼ有病者数を調べているようなものである。通常甲状腺がんは進行しなければ自覚症状が乏しい疾患であり、有病者のうち症状が出現して病院を診察受診する、これは発症者数となるが、症状を呈しても病院を受診しない人も、受診した人は罹患率算出のもととなるが、全ての患者さんががん登録されるわけなく、特に小児がん15歳以下の登録が不十分であり、最近は小児がんのがん登録にも力を入れて整備している。ちょっと話が混雑してますね。今このブロックの最初の方は確かに有病者数なんですね。現在福島で調べてるのはね、その時点で病人さんが何人いるか、それでまあ先行調査で見つかってない人の中から何人目かったかっていうふうにやってますよね。まあ、そういう意味ではそれを全部足すと、まあ、有病者とは言えるんだけども、まあ、それは混在してる。それでですね、この、まあ、結論から言っちゃった方がいい。
出してもいいんだろうと思うんですけども、うん、こういうことなんですね。発症率、罹患率というのは、例えば10万人あたり1年あたりの新たな患者数、患者出現数ね。それで有病率というのは10万人あたりの現時点の患者数、1年あたりと言わずにね、全ての患者数で、この有病率というのは治っちゃうと、治っちゃったり死んじゃったりするとその人は亡くなるわけですね。ね、手術したって有病者じゃないんでしょ。手術しても有病者じゃないですね。それでですね、この関係はですね、有病率は平均有病期間かける発症率という公式があるんだと津田敏秀さんは言ってます。で問題はこの平均有病期間とは何という説明がすごく難しいんですが、要するにどういうことかというと、がんになったけども、がんになったそのがんになったその日から、がんの治療を受けるまでの期間、がんあるいはがんと認定されるまでの期間っていうかさ、要するに罹患率ってのは毎年で新たに罹患になってるでしょ、それでその人が例えば治るまでのに3年かかるとすればさ、3年分の罹患率を足せば有病数になるわけじゃん。その何年間がん患者でいるかっていうのが平均有病期間なんじゃないの。いやいや、だからそれがだからこれは一般的にだから登録っていうか統計的上の帳簿に載るまでですからね、ね、まあ、そういう細かいことは、だからその細かい、これはね、平均有病期間というのも非常に抽象的な言葉であることは事実なんですよ、ね、その人によってどういうふうに発見されるかっていうね、ことがバラバラだから一概には言えないんだけど、要するに、なんだろう、罹患率自体がん統計からいけばさ、病院に行ってがんと診断された時からしか始まんないんだよ。始まんないよね、それからがんだったら、手術してがんで亡くなるまでの期間と考えればいいんだよ。それが元々の平均有病期間なんだけど、もう一つはそのスクリーニング効果のね、話との関連でいうと、いくらか相当ややこしくなってるんです。ただね、津田さんも平均有病期間4年で計算してましたよ、しましたよっていうけども、4年でも計算し、10年でも計算し、20年でも計算してるんですよ。100年で計算してるんですよ。100年で計算するとトントンですねと。ということは明らかに多発じゃないかって言い方してるんです。で、これ難しいのはこういうややこしさがあるんで、そのややこしさをまた、すいません、西尾さんの次。有病者のうち症状が出現して病院を受診する、これは発症者数となる。病状を設定しても病院を受診しない人もいますね。受診した病院に絶対行きたくないという人もいますからね。受診した人は罹患率算出の元となるが、全ての患者さんが登録されるわけなく、特に小児がんの不十分であり、最近は小児がんの対策にも力を入れている。ちょっとね、この言葉の定義をね、もうちょっと一般化していただかないとちょっと生にえかなと思います。そしてがん登録は全国がん登録として2016年1月、今年の1月から診断された症例の届けが準備された、なおこの全国がん登録の問題、不備がありすぎて感想度の低いものである。現場の患者の流れや、治療法などについて臨床を知らない人、検診疫学統計学の人たちが、作成しているのである。臨床を知らない人、これかなり貴重なんですね。そしてこういう図を描いてるんですね。これびっくりしたのね、丸の大きさがどんどん小さくなる。5つの言葉を使ってるんですね。有病者数率、発見者数率、発症者数率、罹患者数率、がん登録者数率。ちょっと、恐れ入りましたとしか言
ないです、こういうことを書いて何か物事が分かりやすくなるなら教えてください。2011年10月から始まった検診で2011年度は43,810人が検査されて14人が甲状腺が判明しているので、これは先行調査の初年度、3年にわたった先行調査の最初の年というんでしょうね。この数字をベースに検討するという視点があっても良いだろう。2011年の検査で発見された14人の平均年齢は 15.7 歳、腫瘍径は 14.1 センチだった。あ、ミリだ、あ、センチだね、あれミリだね、ミリですね、14センチはい、もう1キロ以上ありますね。2011年度の症例は事故後半年1年の期間に悪性疑われ B 判定とされた症例であり、その後の悪、ちょっと待ってくださいね、悪性疑われ B 判定とされたなんて嘘ですよ。 B 判定は悪性疑われてなってんじゃないんですよ。単なる腫瘍の大きさだけです。その後の検査と治療でがんと診断された人である、それはいいんです。子供の甲状腺が進行が早いからといっても1年以内にこれほどのサイズになると到底考えられず、自然発生で保有した可能性が多いと考えられる、で私の感想ですが、2011年検査開始集団から最初の1人のがんが見つかったのは311事故の後1年5ヶ月経った12年8月集計であり、同じ集団から14人が見つかったのは2年4ヶ月経った13年7月集計によるものです。で、西尾さんが先行調査の甲状腺がんは自然発生の可能性が高いって言ってますけども、自然発生の可能性が高いと私は思うって書いてくれないとね。まあそうなんですよ、それが多いです。最初にがんと確定されたのは2020年9月であり、1年経過しているので放射線がんの可能性があるという人もいるが、1年以内に検査されて、あ、私に対する反応ですね悪性を疑われたのであり、精査して悪性と診断されるまで半年用しただけの話である。ゆっくりがんである甲状腺乳頭がんの認証の現場で最終診断までの時間経過を考え、不思議なことではない。すいません、1年、彼は6ヶ月でかかったって言うんですね。だから1年半で初めてかかったら1年かかってるんですね。がんの強い疑いがかかって1年かかるんですか。え、1年養っておくわけ、がんを。ちょっとよくわかんない。チェルノブイリでは 4,5 年後に甲状腺がんの多発が認められたが、その年齢層を資料27に示すが、事故時に0から6歳にた多く発生している。1年目から多数の甲状腺が発見されて、これは自然発生した若者であると考えられる。これは西尾先生の直感ですね。また松本師匠の菅野や明氏は、要するに年齢、自己人の年齢は若い人がほとんどだったってことを、菅野さんね、3分の2がそうだったってことを言ってます。そして、放射線感受性の高い、燃焼器を最初に発がんしたという事実は、ジョン・コフマンの年齢感受性のことを考えると、医学的に極めて納得できるものである。今後日本でも10歳以下の人が増える場合は甲状腺由来の可能性を疑うことができる。チェルノブイリの教訓を考える過剰発がんについては29のようなつで考えて、これは皆さんのアウトな、これこの図も私はよく分かりません。要するに今2016年ですよね。この緑は関係ありませんよと、要するに放射線とはね。それで赤、これから伸びるのが、数が伸びるのが危ないかもしれない。だからこれまではノープロブレム。ということをこれだけ長いことかっておっしゃって、おっしゃりたいのかなと。結局西尾先生はこれまで発症し手術を受けた子どもたちを
福島第一原発の被害者としては認めず切り捨てることは医者として正しい判断だとおっしゃるのですね。結果ですよ、その子どもたちの数率は平常時よりも圧倒的に多いのですが、それは過剰診断の犠牲であって喉の切り損、無駄な手術を受けたりすぎないとおっしゃるというふうに、うん、冷たく言うとそういう結論をおっしゃってるという。いや、過剰診断だとは言わないんだよ。言わない、過剰診断って言葉は使わない。ないないっつって。あ、そうなの、うん、あ、数字はこれ直さなきゃ。西尾さん、4、5年経過しても放射線由来の過剰線が発生する可能性は否定しないが、少なくとも先行調査で発見された症例は放射線由来とは言えないと私は考えている。そう考えねばならない根拠もあるとおっしゃっていただきたいね。甲状腺がんの進行速度については20名の子どもたちわずか 2,3 年で 0.5 から 1.7 センチの甲状腺が発見されているが、この問題も検査の限界やご判断の判断のミスの問題なども含め症例ごとの慎重な検討が必要である。チェルノブイリの経験が子どもの被曝による甲状腺が進行速度が早いと言われているが、この考え方を堅持しつつしばらくは淡々と検査をやっていくしかない。一般の進行が遅いということに違うことも混ぜるんですね。また甲状腺の検査画像を渡さないことにセカンドオーギンが取れない、それで、私も2013年2月1日に政府に要望書を出した、資料20、30というんで、これは西尾先生が市民運動にデビューするときに行ったなさったことです。これもっともなことです。もっともなことだけども、この時にもうすでに患者が出てる、その患者をどうやって救済するかということがスポットを向けてます。現状の福島に住み続ければ年間 1ミリシーベルトの以上の被曝が避けられない。放射線、業務従事者でガラスバッジを着用してモニタリングしている人でも年間1ミリ以上してる人は全体の 5% であり、年1回の診断義務に義務付けられていることを考えれば、放射線業務従事者に準じた健康管理が必要なので、結論として私はいろいろな要因を考慮すれば現地では多発と結論するのは難しいと考えている。食生活の違いによって放射性要素の摂取程度やスクリーニング検査には発見率に関する見解、男女食に関する考察や年齢による放射性感知性の問題などがその理由である。よいしょ。そして今後の対応について、バンダジェスキーのグラフが書いてあります。それでここでは接種部によっても甲状腺がんになる可能性があるから、それも留意すべきであると言ってます。だけどだとしたら今までの子どもたちも、まだ早いよね、これから、この結果から接種のこと、ね、で接種のことも重要視しなさい。そして、シングリス曲線接種137の深部線量率曲線でしょうね。でまた出てきます。ベータ線はその非常に 2ミリでほぼ全部吸収されちゃうと。この話はこの前回、話したことですが、その放射性物質のものすごい近いところで強く照射されてダメージが大きいというのはそれはもう全くその通りです。ただ甲状腺全体の発がんの確率ってことを考えれば、そういうホットスポット論というのは成り立たないし、さっき抜き品さん言ったようにホットパーティクルが甲状腺のどこに行くかっていうことが分かっていればね、そこだけ考えればいいんだけど、それは全く偶然分からない。甲状腺のどの部分も同じ確率で
そのホットスポットの襲撃を、ホットパークの襲撃を受ける可能性があるんですか。で、生涯にわたる継続検査をということはよろしいんですが、じゃあ今までの5年間はノープレオムなんですかということです。だから今までの部分がノープログラムだということの論証が西尾先生がきちんとなさっているかどうかということを検証すればいいということと、それからもう一つはかなり無理のある陳述ですから、なぜそこまで無理して5年間ノープログラムと言わなきゃならないのかということを私は感じます。まとめというところが皆さん西尾さんのまとめのところが印刷してあるかな、印刷してありますね。そこは読んでください。そうですね。でこれは甲状腺がんだけじゃなくていろんな病気ありますよってこともご心配になってまして、長寿命放射性元素体内取り込み症候群っていうふうにおっしゃってます。これも今はこれから先心配するんだったら今までのことももうちょっと心配していただいてしか言いようがありません。なぜ今まではノープロブレムなのか、ということです。以上ですが、大きく言ってですね、現実は悪性内視悪性疑いが167人が出たんですね。実際に甲状腺がん出ない、起立して出ない人が1人減るから166人なんですが、その人たちは被爆時0から18歳の甲状腺がんの発症であり、平均腫瘍径がんの大きさがですね約14ミリの立派ながんの持ち主なんですね。微小がんの持ち主じゃないんです。ところがズラシノの先方は子どものがんを大人のがんで解釈した。その効果は子どものがんも成長が遅いという真逆の風潮を作っていると私は思います。そしてもう一つは立派ながんを微小がんにすり替えることによって見つけなくてもいいがんを見つけてしまった過剰診断という風評を作っている、西尾先生は過剰診断ということは強調されてないんですね。過剰診断ってないと言ってないと言ってるけども中身はどうなんですかね。過剰診断じゃないと、はい、すいません、ちょっと司会をお願いします。はい、どうもありがとうございました。あと40分ぐらいはあると思いますので、極めて、全体的なことなんですけれども、西尾先生は過剰診断ではないと、でだから過剰診断ではなくて、つまり適正な、今まで行われていなかった適正な診断が行われた、でその結果多くの症例が見つかったんだと。だからこれは必ずしもというか、自分としてはその放射線被曝の影響ではないと考えていると。つまり他の場所でもですね、これだけ丁寧に診断をすれば同じようにぐらいの症例が見つかるだろうと、そしてそういう診断をやるべきだと、こういう議論ですね。その最後のところは言わないんですよね。そこまでは分かるんですけど、それから先の話はどうも。ごめんなさい、私の頭の中で過剰診断ということとスクリーニング効果がごっちゃになって、スクリーニング効果の結果過剰診断だっていう、過剰診断だっていう人がいるわけですね。だ西尾さんはスクリーニング効果だってことは言ってるわけですね。効果はまあ言ってるけど、ね、内容的にはね、でもそれは間違ったことではないだとは言ってないから、過剰診断とは言ってない。ただ多く見つかっちゃったんだよと。いやそれはもともとそうなんだよと。だから福島じゃなくて他でもさ、やっぱり3000人に1人甲状腺がんの患者がいるんだと、子供にも。でそれはそう、しかもそれ手術した人は過剰診断じゃないんだから、その全国的に今と同じ福島と同じように甲状腺検診をやって
見つかった子は手術しなきゃいけないということになるんですよ。いや、そこは言ってないんです。だからね、あの論理的な帰結はそうなる、いけないんだけど、それは言わないわけでしょ。それ言わないんです。そこが問題なんだ。やっぱそう言い切れないところが実は弱みだと思うんだ。ということはですね、他でも言われてるんですけれども、どっかあの他でサンプルを取って、きちっとあの、その検診を行ってですね、そしてデータを取れば、あの福島のデータが、非常に多いかどうかということは分かるではないかということにつながるわけですよね。ですね、今回の田島さんのご説明ばかりでなく、今までずっといろんなこういった学習会で話を伺っている中で、必ず出てくるのがその子どもの甲状腺がんのいろんな、なんだろう、状況なり、統計なりと、それから大人とは全然違うんだよっていうのを、おそらくこの学習会以外の場でもいろんな方が繰り返しおっしゃってると思うんですが、それに対して、西尾さんのこの文章は非常に専門的で、私たち私なんか素人はよく分からないんですけども、その非常に単純なこと、子どもの甲状腺がんと大人とは違うんだよっていう、そういったその指摘なり意見なりに対して西尾さんはまともに答えてないということなんですかね、今。その辺、どうなんですかね。まずその甲状腺がんというのはものすごくゆっくりしたがんで、まあ、乳頭がんね、そんなに恐れることないよというようなことをおっしゃったり、リンパ節転移もいっぱい あるんだから、あんまり心配しなくていいよ。だけど、例えばリンパ節転移がいっぱいあるんだから心配しなくていいよって言われてもね、普通病院で言ったらそれ聞きたくないことですよね、患者としてはね。でそう言ってこう安心させるフレーズと、子どものは放射線感受性が高いから、あるいは進行成長期だから進行が早いってことも言うわけですよね。どっちなんですか、どっちなんですか、福島さん。だから例えばね、さっきの微小がんで例えば見るとね、大人と子どもの違いが結構出るんだけど、例えばこれは、宮内さんって甲状腺の専門家が、いろんな人が発表した微小がんの大きさの分布をまとめた論文なんですけど、で、まあ、研究者によって15ミリ以下未満を、微小がんって言ってる人と、それから10ミリ以下を微小がんって言ってる人がいるんですけど、でそれをグラフにするとですね、例えば、これは15ミリ未満をやった人の場合ね、やっぱりこれは要するに基本的に大人なんですけど、大人のがんについて3ミリ未満がやっぱり 78% ですね。ここまで3ミリ未満、それから10ミリ未満を潜在がんとしている人でもやっぱり3ミリ未満が 70% というふうになるんですね。それでからその次のは、これはその青で囲ったところ、山本さんって日本の人が、日本徳島の症例、徳島医大で調べた、事例について、調べたものなんですけど、これだともっと細かくやってて、もう本当1ミリ単位でやってるんですけど、3ミリ未満が 80% で、すべて 7.7 ミリ未満であったというふうになってるんですね。死んでから3日だよ。それで、長崎会議って、ご存知の方は結構悪いと思うんですけど、2014年の12月に中間取りまとめ出したんですが、その
工場、まあ福島事故の後の健康管理のあり方に関する専門家会議というのをずっと何回もやって中間取りまとめ出したんですが、そこで言ってるのは、甲状腺は成人においてそのラテントがん、要するにその、ビオリカーボした時に初めて見つかるような無症状のがん、それが高頻度にあると。でだけどもそれはその大人の話であって、子供に小児におけるラテントがんも報告されていないというふうに言ってるんですね。だから、だから子供の冒険の報告ってのは非常に数が少なくてはっきりしないんですけれども、死亡時の年齢別にその甲状腺の潜在がんを調べた方だと、やっぱりこれは男でこっちが女なんですけれども、やっぱりまあ25歳ぐらいからやっといっぱい出てくるということですね。それより下はもうほとんど、例が見つかんないという3067人も全身解剖したわけですか、はい、そうです。これは広島長崎 の、 LSS の候補の人です。でこれは、全身じゃなくて、工場いろんな臓器のサンプルもみんなホルマリン使いに取ってあって、でその中の甲状腺をスライスして2ミリから3ミリでスライスして調べるというのをやってんだと。536人の甲状腺が検出したというのは、はい、だからそれは解剖の結果ですよね、3000人調べて536甲状腺が解剖したと。解剖した、解剖したというか、まあ、甲状腺がんを甲状腺を切片にして調べた、はい、だからやっぱりその微小がんとかラテントがんとかっていうのは大人にはあるけど子供には非常に少ないですね。まあ、進行が早いとか遅いとかっていうのはなかなかデータを取りにくいと思うんですけど、まあ、そんなとこですね。はい、どなたか別のことでも結構です。今のすみません聞き逃したんですが、どこの病院でっていうか、どこでやった解剖の、最後のやつですか。3000のうち530、それはね確かアメリカの人が報告してるんだと思ったんだけど、ちょっとね、広島長崎のあれなんだけど、まあ、これはね野戦病院でしょ。サンプソンってやっぱり確かアメリカの人だと思います。で、そのサンプルは広島長崎の被爆して亡くなった方の、サンプルです。当時の日英の記録映画、8月9月9月に撮った映画で、掘立て小屋で焼け跡の掘立て小屋で解剖してる場シーンがありますよね。そういうことだと思いますけどね、私。まあ、LSS のコフォートって書いてあるから多分55年以降の何人亡くなった人じゃない。LSS のコフォートね。LSS、はいはい。わかりました、はい。理解がそれほど深くないのに、ちょっと頭に浮かんだことだけ質問いたしますと、その西尾さんの説の一番根本的にあるもので、我々素人に分かりやすいのは、がんが大きくなるのは大きくなるには10年ぐらいかかると、1センチですか。でだからその今までの検査4年か5年での福島の子供の甲状腺はたった4、5年で大きくならないから、潜在的ながんを見つけただけなんだっていうことなんですよね、西尾さんの言ってる根本は、と思います。ただ子どものがん、小児がんは本当に成長がそんなに遅いかどうか、先ほどご説明あったように、そのアメリカ の研究では最小の潜伏期間は1年であるっていうのも、そういうのがいろんな出てきてるわけなのに、西尾さんはいろんな
大人の側と子供の側は違うっていうのを要は何でしょうね、素直に受け取らないっていうのはなぜなんでしょう。ですから西尾先生は、この一人の患者が発見されたのが2012年の9月ですよね。8月までの中継でね。でそのだからそれが発表される直前半月ぐらい前に泊まりの原発の反対の集会というか講演の中で、その当時はだから一人出てくるまでは脳胞結節が多いということが大騒ぎだったんですね。ですからその脳胞結節からがんになるんじゃないかということがまず市民にとって非常に重大関心だった。その関心にというか疑問に答えてですね、皆さん甲状腺がんは 10年かかりますからね、っていうことを、まあ、落ち着けってことですね、いう講演をなさってましたから、10年というのは持論だと思いますと私は理解しています。そしてですからその根拠は広島長崎なんですよ。やっぱりね、そのがんの子供が種がいつできたかっていうのは誰も 見れないわけですから、それが分かるのは広島長崎なんですよ。でそれによって10年かかってますよっていう甲状腺に関しては、それで、白血病7年ですよ、いうことなんですよ。ただその LSS 研究っていうのは本格的に始まったのは、1958年からなんですよね。統計学的なちゃんとルールを作ってちゃんとや始めたのは13年後なんですよ。だから7年とか10年っていうのもたまたまデータが残ってるものからの結論なんですよ。やっぱり西尾さんにとってやっぱその自分のこうなんて経験がおる全てなんじゃないの。だそんな小児の甲状腺がんなんておそらく彼見てないはずだから、そんなに早くがんができるってのはやっぱり信じられないっていう、そういうところじゃないかと。信じられないと、それからね、10年ですが、普通大人の老人のがんについては20年30年かかってますよっていうのは、まあ、今の医療のがん医療の常識っていうかなってると僕は思うんですよ。でおそらく甲状腺がんしても10年っていう、でそういうもので今のがん治療っていうのはお仕事が成り立ってるから、そこが崩れちゃうとですね、例えば放射線の治療をしてる、放射線でがんを殺してるお医者さんだとしたらですよ、3年でがんが発がんしちゃったらね、みんな気になるじゃないですか。患者が放射線当ててがんになりませんか、がんを治してがんになりませんか、みんな気になります。いやなるには 2,30 年かかりますよって言ったら、私69だけど放射線は喜んで当てますよ、 2,3 年になりますよって言ったら困っちゃうもん。だからこの潜伏期間っていうのは割と重要な、がん治療にとっては重要なモメントなのかなっていう、これ想像ですよ。なんてちゃんとその何で子供の甲状腺がんとさ大人のがんとちゃんと区別すればいいと思うけどね。それとですね、皆さん中高新書で小児がんっていう本がありますから、これぜひ読んでください。中高新書でね、でそれには何を書いてあるかというと、大人のがんと子どものがんは違いますよってことが書いてあるんです。大人のがんは上皮性がん、それで実語で言うとがん種、がん種って言うんですね。種は腫瘍の種ね。で子どものがんの多くは上皮性細胞じゃなくて非上皮性の細胞のがんで、肉種って言うんです。全然違いますよ。なんで僕その本に行き当たったかっていうとですね、2011年の3月にですねテレビに出てる学者がね、要素は心配だけどセシウムは何の心配もありませんよ、筋肉にたまるんですか、
皆さんセシウムが癌にならない。だって筋肉の癌なんて聞いたことないでしょ。大腸癌、肺癌、何胃癌だったら聞いたことあるけど、筋肉の癌なんて聞いたことないでしょって言うからね、僕はインターネットで筋肉の癌で検索して調べた。そしたらば肉腫が出てくる。明らかに筋肉の癌があるんです。でしかもそれは子供がかかる。で子供のかかる肉腫っていうのはどういうのかっていうと、その上皮性細胞っていうその臓器のもんじゃなくて、血管の癌、神経の癌、それから何、骨の癌、血液の癌ね、それが肉腫なんです。だから白血病も肉腫の中なんです。でそれらは子供がかかって生後10ヶ月で発病したりするんですよ、子供のその肉腫はね。それでその肉腫の分連中がドイツなんかですごい問題になったんです。子供のがんが1万人に1人だったらが3人になりましたよってことで大問題だったんですよ。ところがその子供のがんの分野についてはこれ何の議論もないんです。日本では小児科医が全く発言をしてない。それで甲状腺がんはその肉腫じゃないんです。血を上皮性のがんで、がん腫なんです。だからがん腫って言われると10年20年30年選手だ、肉腫だと1年2年3年選手って話になるんだけど、甲状腺は一応上皮性だからその長い方になっちゃうんだけど、僕は子供の甲状腺がんっていうのはその子供のがんの一般性もあるんじゃないかと、そういうことを考えてるお医者さんいないのかなっていうふうにずっとこの5年間思ってます。今のちょっと出版社もう一回言ってて、中央公論社、中高新書、著者は分かります、著者は今ど忘れ、小児科題名は、はい、いつ頃発行されてるんですか。いつ頃だろう、あれ並んでるのが番号順じゃないですか、6、7年前じゃない。あ、そうです、じゃあ質問させてもらいます。2点ありまして、一つはこの立ちますこれ作られた資料の中で、はい、深部線量率曲線、先ほどおっしゃった深部、はいはいはい、それで、藤田さんが図解されて、うん、この辺に図が出てたと思うんですが、うん、これは要するに致命傷になるという、まあ、いわゆる死亡につながるというふうに、はいはい、という件をちょっと少し説明と、あともう一点はですね、甲状腺がんの検査なんですけど、まあ、エコーでやる方が基本とは聞いてますけど、それ以外でもなんか尿とかを取ってやればさらに保険が確率的に高いとか聞いてるんですけど、このあ、それは知りません。尿で、はい、でホルモンってことですか。ちょっと自分をはっきりと覚えてないんですけど、これ西尾さんはそういうふうなエコー以外での検査はやられているんですか。それとあと、なぜ遺伝子検査をやらないかっていうことなんですけど、この遺伝子検査ってのはどういう検査なんですか。遺伝子検査はどういう検査って言いますか。血液検査ですよね。血液から、血液をそのなんかシーケンサーとか何なんだろう。いや、むしろ多分甲状腺がんの場合は甲状腺の細胞を取ってきて、甲状腺がんの細胞を取ってきて、あ、手術した後のね、そうそうそう、取り切っちゃった、あの甲状腺手術した後、それを県立医大では調べてます、それを使って。ということは、これやらないのかということは、うん、うんとね、
要するにこうあの遺伝子検査自体はやってるんです。それはねあの、いろんなあの、まあ、甲状腺のがんに関係する遺伝子がいくつかあってそれの検査はやってます。ただそのここで、西尾さんが言ってるこの7911っていうやつについては報告は出てないんです。それは多分やってるけれども結果は出してないんだと思います。当然やってると思います。やってるけども出してないんだと多分私は思います。多分でその染色体の7911その場所の検査は結構ややこしいけども県立大が発表してるのなんですよ。それは具体的な遺伝子があるかないか、その変異したね、うん、例えば変異した遺伝子ブラフ遺伝子とか ねあるかないかしら、それは割と簡単なんですよ。その遺伝子をのサンプルなんてのモデルを遺伝子と使って操作すればいいから、でそれはやってるんです。そして一応県立医大はその遺伝子についてはチェルノブイリで多かった変異型が福島ではあまり見られない結果が出ました。何十例かな、なんつうかな。それただしこれをもって放射線の影響があるかないかの結論は出せないとは言ってるんです。うん、そこは最後のところちょっと私の前ちょっと言い過ぎるかもしれないけど、うん、割にまあやっぱり放射線の影響じゃないんじゃないかみたいに近いね。ただですからね。僕はもう一つ心配するのはね、西尾先生が検査しなさいって言うけども遺伝子検査とか染色体検査っていうのは本当にその専門的な設備とかなきゃいけないから、要するに当局側の研究者しかやれないんですよ、ね、だからそれは悪い結果が出たら絶対発表しないだろうし、ね、放射線の影響でないっていうことをアピールする効果があるものしか発表しないっていう恐れを感じてます。その例ですけど、私甲状腺がん手術先ほどのお話のようにしたんですがね、で場所は駒込病院、都立の駒込病院っていうところなんですけれども、はい、その都立の駒込病院で右の甲状腺取ったんですけれど、その時甲状腺がんだって確定は取ってからまた細胞検査でそれががん細胞であるっていう本当に断定を下すんですよね。ですからその時に遺伝子検査を、そのがんの原因が放射線の影響であるということの形跡が残っているとすれば、それは遺伝子検査が一番確実ですから、それやってほしいって言ったんですよ。そしたら駒込病院が何て答えたかというと、うちにはそういう装置はありませんからできませんっていう、もうその一言でした。最初の質問がまだ答えてない。何なの？深部線線量率曲線のところ、ちょっと説明。その喉の話は抜く知らずだ。多分リンパ節の話はですね、要するに、この甲状腺のすぐ近くに、あるそのリンパ節に転移した時はそれほど問題ないんですね。でこうちょっと外側のところにまでにあるリンパ節に、転移するとその場合はもう10分の1ぐらいの確率で死亡してる。だからそれは深部線量率曲線とは関係なくて、どこリンパ節のどこに転移すると危ないかっていう話ですね、はい、より危ないか、多分すぐ近くだったら割と侵入転移ですけど、離れたり少し離れたリンパ節まで行くと余計やばいよっていうことですよね。で深部線量率曲線というのは要するにどういうことかというと、ホットパーティクル放射性物質の塊があった、小さい塊があったとして、そうするとそこから離れたところに比べたら近くの方が圧倒的に被曝しますよと。それはベータ線の場合ね。ベータ線でね、そうするともうベータ線なんて2ミリだとほとんどゼロになっちゃいますよ。だからこの、ホットパーティクルの周りがやばいのであって、
西尾さんはそこがやばいのだって甲状腺全体がで議論しちゃいけないとおっしゃるわけですよ。でも私がそれはそうじゃなくて甲状腺がんになる確率のことを考えたら甲状腺全体で考えてよろしいというのが私の考えなんです。でむしろですね、このどんどん近くいくと近くの細胞は線量が高いから細胞1個あたりの高いから細胞が死んじゃうと、がんにもなれずに死んじゃう。まあ言ってみりゃね。だから近くのものやけどするわけですよ。やけどっていうのは細胞が死ぬことでしょ、がんになるんじゃないんですよ、うん、だからそこはそこの論争をちゃんとしてほし、しなきゃいけないなと思ってます。つまり、そういうなんですか強い線量で細胞が死ぬ影響とそういう遺伝子がに作用して確率的な影響を受けるがんとか白血病とか遺伝子その区分けをするのかしないのかっていう論争がすごく根本的にあって、内部被曝の問題はそこをちゃんとしないといけないかなと思ってます。私もちょっと専門じゃないんですけど心不立曲線っていうのは、物理の方だったら素子ストッピングパワー素子能とか、ドラッグピークとかいう、言葉もあるんですけど放射線治療をするときに宣言からどれぐらいの距離が最も感受率があるかという曲線のことで、その組織の距離ですね、宣言との、皮膚組織の中で、だんだんこうベータ線粒子線の場合は一番近いところじゃなくてだんだんこう衝突するごとにこのスピードが落ちてくるので速い時よりも粒子が速い時よりもちょっとスピードが落ちたところで感じるスピークが出るんですね。だから粒子線ベータ線も電線もそうですけど、ベータ線の場合はあるところでピークを持つでそこになるようにそのラジウムだとかから出てくるそのベータ線のピークを持ってくるようにがんがあるところに対してその距離を調節する、あとその加速器なんか使う場合にはそのエネルギーを調整することでそこの深さになるように重粒子線なんかの深いところに当てるようにエネルギー調整するんですよね。あとはそのなるようになんかボーランとなんかある物質を置いてある程度こう減速させてでガンマ線の場合はもうガンマ線って電磁波ですから、それがもう単純に減少するだけですね。そういう違いがそのことはちょっと心不立曲線はちょっと初めて心不立曲線って言葉でいいですか。ちょっと私もそういう言葉は使わないんですけど、はい、ラグピークとか素子のあ素子、ありがとうございます。はい、それでちょっと一言言いますけどね、西尾先生の専門のこの舌がんね殺すため針を刺すっていうのはそのベータ線ですよね。ベータ線でがん細胞を殺すんですよ。殺すんですよ。がん細胞を作ってんじゃないんですよ。殺すんですよ。だからその話で心不立曲線を出すんだったら非常によくわかる。私はその通りだと思う。だ的確にここにがんがあるよってことを命中して針で刺せばね効果があるっていう話はもうその通りだしね、石尾先生が放射線が当たらないところには影響ないんだよってその通りなんですよ。だけども発がんっ
ていうのはそれとは違いますよっていうことを私は素人なりに思うんですけども、いかがなんでしょうね。あとの質問ありますか。すみません、あの私も医学には素人なんですけども、ちょっとあの二重先生のこの論に対する批判の仕方なんですよね。あのちょっと、今日のお話聞いていて、あの感じたのはやっぱりあの、甲状腺がんの診断ガイダンス、あのガイドラインの書いてあるそういうあの本がありますよね。あの私も田島さんに教えてもらって自分が手術する前に入手してちょっとパラパラと読みましたけども、あの そこに書いてある、当然のもう共通認識に医療者 あのなっているはずの知識にまあ沿わないような独自判断を西尾先生がたくさんのところであの行っているというのはもう田島さんのおっしゃるあのことから非常によく分かったんですね。ですからあの西尾批判をするときに今ちょっと話になっている細胞レベルの細胞のがん化のメカニズムみたいなね、そういう問題はまだまだあのこれから解明が進むという今の時点ではこういうあの、ルートね、この正常細胞ががん化していくんだっていう、まあ、定説みたいなものはまだあの確立されてないんじゃないかと私は勝手に思ってるんですよ。ですからそういう段階で本当にあの西尾説を、まあ、西尾さんの影響ってすごく大きいから、いろんな意味でこの西尾さんが勝手にどう考えるというその説がね、あの一人歩きしてそれがいろいろ影響を生み出しているとしたら、その西尾さんに対する批判としては誰もがやっぱり定説として考えているようなその、ガイドラインにあなたは乗っ取ってあの判断されているんですか、考えられているんですかというそういうあの追求の仕方もやっぱりよりたくさんの人に受け入れやすい方法かなとちょっと考えました、ね。ありがとうございます。その甲状腺治療のガイドラインが多分それ定説だと思うんですけども、多分ねあの漢字としてはねアメリカのガイドラインを翻訳してそのままもらってきて、まあ日本的なものとアレンジしたもので、じゃあお医者さん全体の定説かどうかっていうと、もしかすると西尾さんみたいな独断流の方の方がお医者さん多いかもしれないなっていう気がしてるんですね。だからもう散々こうやって本を折り返さして言うんだけども、あんまり通じないなっていう気がして、だからそのお医者さんの中にその定説でちゃんとしっかりしたことを言う人がどれだけいるかっていうと、かなり今のところ絶望的だから、もう素人はお医者さん批判しますってもう言わなきゃならないかなって感じがしてて、それで僕はあの津田さんがその実際の発症データからものを言ってるっていうね攻め方、つまりお医者さんの常識じゃないですよ、ある意味じゃね、津田さん言ってるのはね、そのがんの発症メカニズムみたいなことはそれにとらわれてるから子供のがんのこと分かんないんですよって津田さん言ってるわけだからね私は今はそんな感じです。でおっしゃる意味はすごく分かります、はい。もう一つはまずかな、大雑把にこうあの、二重さんの言ってることを批判するとすれば、もう一つあるのはあの、地域差のものだと思うんですね。で例えば、津田さんがやってるみたいにあの、いわきを除いたその南西部の方を一とすると、あの一番発症率の高いところは、大体2倍ぐらい発症率があるんですね。だからそんだけ地域差が出るっていうことはやっぱり放射能の影響と考えざるを得ないんですね。もともとのレベルがあの今のレベルだったというだけでは説明できないと思うので、
まあ、そういう批判の仕方もまああるんじゃないかと思います。それじゃあありがとうございました。で、あと、次回ですけれども、5月の22日、の日曜日ですね、今度は福島大学の、荒木田渉先生を武先生を、お呼びして、この同じ、ここで学習会やりますので、ぜひお申し込みをおいでいただきたいと思います。アンチ自爆に、申し込みいただきたいと思います。よろしくお願いします。あと、ま、内定なんですが6月は、押し取り真子健さん内定6月28日、この3日です。火曜日の夜です。それではどうもお疲れ様でありがとうございました。ありがとうございました。はい。